皆さんこんにちは。プチレイディオ、今日もよろしくお願いいたします。今日は第12回目のレイディオなんですけれども、偶数回は対談というところで、はい、今回もやっていこうかなと思います。今回はですね、あのプチレイディオの対談ゲスト初の年下の子が登場します。はい、あのすごい今までとはちょっと違う雰囲気の回になるんじゃないかなと思って、すごく楽しみにしていました。ということで、早速登場していただきたいと思います。インスタグラマーのブライアンサスケさんです。どうぞ。こんにちは。インスタグラムでどうだろう趣味でやってるものですが、はい、そうですね、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。もうすごいフレッシュで、あの、まあ、簡単にブライアンサスケさん、これこうやってこの中での呼び名ってもうサスケでも大丈夫？大丈夫。あ、じゃあサスケにするわ。安い方でブライアンサスケはね、ちょっと長いのでね。そうはい、簡単に紹介するんですけれども、まあ、インスタグラマーということで、ちょっと今までとはね、ジャンルも違いますね。愛知県にお住まいで、で、二十歳ですっけ、今。そう、二十歳の、大学2年生なんです、ね。はい。大学2年生で、まあ今はね、インスタグラムを中心にして、まあ Vlog って言われるね、ものだったり、うん、あと、リール、そう、ショート動画、インスタの TikTok 版みたいな、はいはいはい、だったりインスタライブで、あ、結構頻繁にねインスタライブとかもやって、なんか、まあ、トークでの配信もあったり、あとは弾き語りとかね。うん、そうだね。最近あのエフェクターが来たのでそれを使ってみようみたいな。うん、だから主にインスタグラム上で結構、だからまあいろんな活動をされてるって感じですよね。そうですね。もうストーリーも欠かさず、ほぼ毎日。確かにストーリーもそうだね。そう、うん。今夏休みなんですよ、ちょうど。うん、なんで、そう、時間が有り余って、インスタでほぼ時間かけてますね。ああ、なんか、やっぱ自分のクリエイティブを発揮するのがインスタみたいなところでやってるのかな。そう、暇すぎてなんか自分の時間をクリエイティブ系にちょっと使ってみた感じ。うん、まあそうなると結構だからインスタグラムっていうツールがその、うん、なんだろうな、サスケのやりたいクリエイティブを発揮するいい場所なのかな。そう、手軽にもできるし、インスタっていうね、接、うん、接頭語で即座にできるっていうことで、うん、他のまあ YouTube とかも Facebook もなんかいいんですけれども、結構ガチガチなイメージがあるじゃないですか。 YouTube は動画をこうやって編集したり、ちゃんと説明欄になんかいろいろ書いたりとか、 Facebook だったらもうガチガチに本名じゃないといけなかったりとか、うん、ちゃんとした情報を、なんだろう、匿名性が低いわけなんですよね。うん、あ、高いか。 YouTube は低いけど Facebook は高くて、しかも結構編集とかが必要かなと思ったんですけど、うん、Instagram は結構ね、すぐできるし、匿名、別に本名じゃ、まあ、うちはこれ本名なんだけど、うん、名字とかを入れなくてさ、うん、できるから、なんか気軽にできるツールだから、自分にぴったりなプラットフォームだなと考えてますね。そうだよね。一応、あの、さっき、まあ、YouTube っていうワードが出てたけど、YouTube のアカウントも、アカウントっていうか、なんだろうな、チャンネルも一応ありますよね。一応あるけど、全然活動しませんね。そう、あの、僕はね、その、サスケの YouTube の方も一応チャンネル登録はしてるんですけど、僕は結構だから YouTube を待ってるんですよ、サスケの YouTube。なるほどな。そう。え、僕が YouTube 待ってくれてるのか。え、うん、サスケの YouTube を待ってる。サスケのコンテンツを YouTube で見たい。
そういうこと？そういうこと。なんか最近ね、それでいろいろ、うん、なんて言うんだろう、自分の中でも、うん、やっぱりインスタグラムの方がいいんじゃないかなと思って、別に YouTube がダメと言ってないんだけど、うん、あのあれなんですよね、 YouTube ってもうクリエイターが結構飽和状態じゃないですか。もう飽和中の飽和って感じですね、今特に。でしょ、うん、だからそこで頑張って有名になろうとか、クリエイターとしてなろうって思ってても、うん、なんか見つけてくれなさそうで怖くて、うん、なんかいくらやってもみたいな、うん、まあ、そのこともないと思う。もしかしたらね、 AI とかの技術でその、うん、なんだろう、リーチに してくれたりとか、うん、おすすめ欄に出してくれたりする可能性もあるんだけど、うん、他の人いっぱいやってるから、うん、どうせならその、まあ、経営的な不応者のとこに行きたいんですけど、うん、でインスタグラムでブログをやったりとかをする人っていうのはまだ少ないみたいですよ最近。ね、YouTube では、うん、結構ねインスタグラムに対しての発信をしてくれる、誰だっけな、ヤッピーのインスタグラム向きなんですけど、その方の動画を、うん、そうその方を見てると意外と新天地みたいで、あ、そのインスタ上でそういう活動をするっていうことが、そうそうそう、活動したりブログをしたり動画を出したりとかするのが、うん、そういいんじゃないかなと思って、うん、しかも気軽にできるし、みんなも利用してるじゃん、ほぼ毎日自分も投稿できるしみたいな、自分からもアクション出せるわけですよ、見てくださいねっつって相手にいいねとか押す途中、いろいろなコツがあるんですけど、そういう、うんうんうん、あのちょっとフォロワーを増やすためにはいろんなコツがあるんですけど、うん、そんな感じでインスタグラムの方もリール、TikTok みたいなショートムービー、 IGTV、YouTube みたいな機能が全部入ってるし、うん、もしかしたらそこでワンチャンね、バイオニアになれたらなみたいな、インスタから有名になった人みたいななれればなみたいなまあ趣味であくまでもやってるんで、うん、ガチ勢ではやってなくみたいな感じですね。うん、いやでも最近まあね、いろんなところでショート動画のさ機能が TikTok みたいな機能が、あ、はい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 、インスタグラムにも YouTube にも入ったじゃん。その通り。あれの勢いってすごいよね。なんだろう、なんかさ、やっぱ普通のあの、なんだろう、あれって1分未満とかそういう感じだよね。そう、15秒30秒1分の、だいたい YouTube って、まあ、その1分以上の動画が溢れてるのに比べて、あれってなんか再生回数見たらえげつないほどいくよね。なんかその短時間でもというか、う、手軽に見れるしすぐ終わるから、みんなそっちを見てしまう自分もたまになんか YouTube 開いてちょっと長い、うん、いつもの好きな YouTuber、 実況者、ブロガーの動画を見ようとしたらショーツが出てくるんですよ。そしたら逆にショーツの方ばっか見てしまって、うん、あ、やばい、全然自分の見たい動画がなんか後回しになっちゃったっつって、わかるわかる、パン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 って見ちゃうんだよね。そうそうそう、わかるわかる、あの気づいた履歴がもうショートしかないみたいな、そんな感じだよね、毎回ショート動画ばっかり。うん、だからなんかそういうのの需要、その機能もあって、まあ普通の画像とかの、画像写真とかの投稿もできてライブもできてっていうのをスマホ上でできるのはいいよね。確かに YouTube って結構パソコンで、パソコンを通してねやることが多いから、編集とか、ね、特に、そう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 、うん、確かにね、それをスマホでできるのはかなり、うん、ちょっと一つ意見を言いたいんですけど、 YouTube はもう YouTube だから、はい、うん、ショーツとかの機能いらないんじゃないかなと思って。でもね、もしかしたらそれはちょっと思う。そう、利用者さんを少しでも YouTube に、うん、引っ張り出そうっつって、あの TikTok が有名になりすぎて逆にみんな YouTube 利用しなくなるんじゃないかなかっていう恐怖感があって、もしかしたら YouTube もショーツを出したのではないかということで、うん、はい、いやそうではないんですよ。 YouTube はもともと動画配信プラットフォームだから、はい、うん、いいとは思うんだけどな、動画ばっかりに専念しててもって思った。あの、うん、そうだね、その話題に関連して、まあ、僕が思ってたのは、なんかそのショート動画に関しては、うん、なんかどこ、そんなに差がないというか、機能的な差が、
まあ、そのショート動画を載せるっていうことに関して、うん、で結構 TikTok の動画をインスタのリールでも YouTube のショーツでも流用してたりとかっていうのが多くて、ね、なんかそれあんまり意味がないというか、で意味はもちろんその、まあ、見てもらえるね、うん、あの人が幅が広がるっていうのはもちろんそうなんだけど、うん、なんかただの流用ってそう なんかなってちょっと個人的に思うところはある。しかもそれでコピーしてるわけ、画面録画でさ。そう、画面録画は ねやってるだろうけど著作権ありますし、うん、なんだろう、なんか そこのプラットフォームで撮ったものはそこで見たいって感じですね。リールで見てるのになんか TikTok のバナーが出たりすると、うん、なんだこれ、なんか流用しててなんか嫌だよね。あ、そう、なんかねってちょっと個人的には思ってた。うん、サスケもだから思ってんだねそこは。思ってます、絶対に。みんな絶対さ、それをやってる一番の目的とか狙いっていうのは、うん、視聴回数が欲しい。視聴回数と売名だね。そう、売名をするためにやってるだろうけど、うん、それで有名になったり収入広告入れるっていうのってさ、半分詐欺ってるようなもんじゃん。極論なんですけどさ、うん、極論詐欺じゃんと思って、すごい、まあ、ずる賢くていいとは思うんだけど、うん、クリエイターの目線からにしては、うん、けしからんです。まあそうで、あの自分が作った作品、例えばまあ短い動画を YouTube とかあのリールで流すのは個人的にはいいと思うんだけど、なんかその TikTok の画面を流用したりとか、なんか、うん、結構さ、最近ってさ、いろんな人の切り抜き動画ってありますね。そうそうそう。そういうのでね、なんかひろゆきさんとかね、ひろゆきさんとかそう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 、なんかあと渡辺直美ちゃんのインスタライブも僕最近ものすごくハマっちゃってめっちゃ面白いんだよ。めっちゃ渡辺直美ちゃんのそう切り抜きもあるんだけど、うん、それがねあるよね、いっぱい。そうだから、なんかね、まあそのちょっとショート動画のあれから外れかもしれんけど、結構他人を自分のなんだろうな売名とか人気に利用したりするっていうのは、なんか特になんか見受けられるなっていうのは思いますね、最近は。うん、クリエイターの目線から特にはものすごく不評ですし、一般人からはもうもしかしたらどうだっていいかもしれないんだけどって見れればいいなみたいな、うん、そうじゃないんですよ、うん、ブランドなんですよ、その自分が持ってるものっていうのは。最近もインスタの方でも、うん、インスタグラムっていうのはブランドとビジネスの二択、もしくはまあ自分の趣味でやってる、例えばなんつうの、適当にやるアカウント、あ違う、流用運用の仕方というのは3種類あるみたいで、うん、僕の場合は最近ブランディングの方のインスタグラムで運用してるんですけど、うん、自分のブランドを他のプラットフォームに流してるみたいな、うん、まあ、簡単に言えば買ったルイ・ヴィトンに、ルイ・ヴィトンというアイコンロゴ、そのブランドのロゴを自分のロゴに変えて売ってるみたいな感じなんですよね、うん、例えるなら、うん、ちょっとこれ分かりにくかったり極論すぎるかもしれんけど、それってね、ものすごく作った側の人間生産者とか、うん、ブランドの創設者からにしては悲しいことでしょ。だって悲しい、あのなんだろうな、最近自分がよく思うのは、なんか自分のなんかタレント性というか、その自分のブランドがあの他人のなんだろう、そのなんか他人のコンテンツとして消費されるのが悲しいってちょっと思ってて、うん、絶対に嫌だ、うん、なんか、うん、僕もこうものづくりとかする時にちょっとそれは嫌だなって思う。だから僕はあんまり、特にだから、リールとかそういうショート動画って、その対象になりやすいのかなって。なんか結構みんなが、あの、音源とかもすごい、この音源いいなって言って、すぐ、そう、使ったりするじゃん。なんかそれがさ、あの、
なんだろうな、そのちゃんとした楽曲じゃなくて、なんか、まあ、その楽曲を作った人もさ、結構自分のこういう動画を撮りたいがための音源を自分で作ったとかっていうパターンもあると思うんだけど、なんかその音源をなんか自分が意図しない形で使われたりするっていうのは結構なんか悩む人もいるんじゃないかなと僕は思うから。あるね、うん、去年バズったあのカオケダンス、テッテレレッテッテッテレレッテレレン、知っとる？え、あのなんかアフリカの人たちが出てるやつ。人たちが、もうそれもいろいろやばかったんだけど。え、そうなの？そう。実はあの音源っていうのはもともとそういうカンオケダンスのために作られたんじゃなくて、普通に EDM で出してたらしくて、うん、でしかもカンオケダンスっていうのはそういう音源をつけて、あ、待って。撮ってはいないんだよ、アフリカの。ね、動画の背景を見たんだけど。うん。うん、なんかめっちゃいいね、今サスケのね音が止まってた。あ、マジで？うん、そのちょっともう一回そのカンオケダンスのところからいい？はいよ。カンオケダンスっていうのは、うん、別にその音源で使われてた音楽も、うん、そのカンオケダンスのためじゃなくて普通に EDM でを作っている人が普通に作ったものであって、うん、しかもカンオケダンス、カオケダンスっていうのはまあそういうアフリカに文化があるんだけど、音源、うん、そういう音源を使って踊ってるわけでもない、うん、だから普通にお葬式でもう日本人がみんな、ね、お葬式用の服を着てみんなで、うん、あの座布団に座ってお坊さんのあれを聞くみたいなと同じような感じで、うん、そういう伝統的なものがあるから、うん、まあ、確かにその音源をつけて踊ってその動画の様子を見るってなんか面白おかしくていいとは思うんだけど、うん、作った側の人からはあれこういう風にやったつもりでもないし、うん、ある国の一部の文化をバカにしてるような感じに思われてしまうかもしれんから、うん、良くないっていう風な目線もあるんだけど、うん、なんかそれで有名になっちゃって、あ、面白い、みんな笑った、わ、すごいこのアイデア面白いねみたいなだったり、うん、それが一度なんか有名になってみんながいいという風な印象が面白いとなれば、うん、もう作った側からも、あ、もういいや、こういう風に使われてもらってるからどうせみんな笑顔になってくれた、なってくれたからいいやって最後やけくそになってしまう。あ、それってその作った人はなんか声明出したの、うん、こんな風に使われるはずじゃなかったっていうのとか、その人はなかった、逆にこういう風に使わせてくれてありがとうっていう、有名、うん、俺の曲有名にしてくれてこういう形になっちゃったんだけどありがとうねみたいな、なんかコメント欄に書いてあった、作った人が。ああ、そう、だから最後はもう、まあ、そういう目線もまああるっちゃあるね、うん、でもただあのその音源を聞いてる人ってなんかぶっちゃけて言えば誰が作ったかなんて関係ないじゃん、そのそうだね、うん、もうそうだから曲は認知されても、まあその自分を認知してほしいっていうのを第一の目的に置いてる人ってまあ少ないのかもしれんけど、なんか曲だけが先走りしてるのってなんかそれのなんか悲しみもあるかもしれないなってちょっと個人的に思った、ね、クリエイターだからその作ったものが評価されればいいのかもしれないけど、うん、うん、もし自分がやるんだったらそういうのを、僕いつもリールでその、まあ、トレンドを真似して、うん、トレンドに乗ってさ、その同じような動画を作るんだけれど、うん、必ず説明欄に inspired to リンクってなってるんだよ、うんうん、だからこのリールからインスパイアされて自分も作りましたっていう、しっかりと尊敬した意味、リスペクトしてますよっていう意味を出して、その曲意図されない使い方をされたり、その音源を意図されないような使い方をされてしまった場合にしっかりと尊敬してますよっていう意思が伝わればいいかなと思って、そこはなんかしっかりしてるから、うん、あれ自分もなんかクリエイターみたいな意識があるんじゃないかなとか思っちゃう。いや、あるでしょ。あるでしょ、うん、そう、しっかりとね、リスペクトは必要なんだよ、うん、カバーを、その音楽をカバーしようと思う、ね、弾き語りとかするんですけど、音曲をカバーするときとかはしっかりとリスペクトした意図がないと
そうね、いやクリエイターさん作った側からの人にとっては悲しんじゃうからつって、リスペクトは大事ですね。うん、大事。あの今お聞きいただいている皆さんも結構感じ取っているかもしれないですけど、もうサスケくんはね本当にまだ二十歳なのにすっごいよく考えてるんだよね、いろんなことそんなことない。そう、いやそれがすごいなと思ってて、うん、いえいえ、本当になんかいろんなことを考えて、これはこうだからとか、なんかね、それこそなんかそのインスタグラムのなんかものづくりでも結構こういう自分なりの工夫みたいなのが、ね、毎回入ってるような気がして、結構こだわりが強いし、うん、なんだろうね、だよね、うん、少しでもその編集するときに線がずれててもなんか嫌だなってなるから結構編集に時間かける人ですね僕。ああ、そのリールとかやるときに、そう、僕一切、うん、僕は全くリールを触ったことがないんだけど、うん、あれってもうあれも全部スマホ上でやっぱ編集できるんだ。そう、あのなんか動画がさ短くいろんな場面になったりするじゃん、曲に合わせて、うん、あれも全部インスタ上、インスタっていうかスマホ上でやるの、みんなそのタイマーっていうあの機能があるんだけど、ここからここまで撮りますっつって、うん、本当にもう 0. 何秒っていう、うん、短い間だけでもちょぼ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 ってできるから。へえ。だから正直そのガチガチにスマホパソコンに取り入れて、うん、細かく編集するっていうことをしなくてもスマホで全部解決できちゃうから、特に自分はすごいパソコンをあの触るのって苦手で、その動画編集とかもまあそうしようとは思えばできるんだけど、なんかスマホの方ができるじゃん、手軽にできるじゃん、空いてる時間できるじゃんと思うし、うん、無料が多いんですよね、その動画編集ソフトとかも。なんかパソコンは iMovie は最近少し改善されたんだけれども、全然 Adobe Premiere とかうん、ファイナルカットぐらい の使い方しても全然満足しないし、なんか逆にスマホの方が使い方簡単だし意外とエフェクトが多いっていう、なんで全部スマホで全部解決できていいなと思って、インスタっていうのもすごい自分の中では合ってるなって思います。うん、確かにもう今の話を聞いてると本当にその、うん、インスタっていうプラットフォーム上でもそうだし、インスタ、ね、スマートフォンっていうね、媒体もすごい合ってるんだなって思った。うん、なんか僕とかは、なんか結構自分にしか作れないものっていうところに、あの、うん、なんだろうな、目線があるから、その結構そのスマートフォンは、ある程度のそのエフェクトも決められたものを選択して使うっていう感じだけど、なんか僕は結構そのエフェクトも自分で、うん、あの例えで言うとね、そのエフェクトとかも自分で作りたいみたいなところがあるから、うん、ああもう最初からね全部、うん、あるから、そのパソコンっていう存在が必要不可欠なんだよね。なんかそういうアフターエフェクトとかファイナルカットとかプリミアとか、いやもっと進んでるクリエイターさんですわなんかだから昔はね、その TikTok とかそういうのが流行る前は、まあ、みんな当然そういうパソコンでのものづくりが主流だったと思うんだけど、ああ確かに、なんか最近の主流は、うん、確かにスマホだと思う、うん、そうなんですよ、スマホの性能も上がってるから、そう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 、複雑なエフェクトもサクサク動くし、うん、だしまあそのアプリをねみんなが使ってもらえるように、使いやすいようにソフトが開発されてるから、その通り、それをなんかそのなんか最新をだからサスケとかの方が十分取り入れてるわけですよあそうなんだだからそう、僕たちだろう、このアイデアは、うん、いいよ、エフェクトのアイデアとかもってなんかいろいろちょっとアプリ SNS 使ってた時に、スナップチャットのノウハウをちょっと取り入れてるなと思って、インスタ、へえ、そうなんだ、エフェクトでつながってるわけなんですよ、その SNS 上の人たちっていうのは。
うん、エフェクトっていうのは昔さ、自分がどうだろう、高校生の時とかの頃にはスノーとかじゃん。あ、うん、スノーは使ってましたでしょ。だとかあとちょっと意識が高い人はなんだっけな、 We like、 We like じゃなくて You like、 You like か、うん、あ、そうだとかそうだとかねちょっとあの人によってそのアプリとかの使い方、アプリ盛るためのエフェクトアプリっていうのは違うんだけど、うん、共通して言えることとしては、うん、そのアプリの会社が作ったものですよっていう、エフェクトとかも全部その出版社が、出版、その開発、そのアプリを開発した人が全部もう一方通行なんですけれども、今の時代のエフェクトだったり自分の自撮りをするときにもう少し自分の表現のしたいことを表現できる、そのエフェクトっていうのも、結構エフェクト論っていうのもちょっと語ってみたいなと思って、これからインスタで。エフェクトにすごい自分の人生っていうのはいろいろ動かされたことがあって、エフェクトっていうのは、うん、まあ、ただ単純なそのね、写実主義で自分のさ映ってるものをそのまま映し出すっていうのもいいんだけれども、うん、自分の表現したいこととか自分のその写実だけでは表現できないことをエフェクトが補ってくれるっていうのはものすごい自分の表現をするのに満足感を抱くわけなんですよ、はい。まあ、それがまあ少し短いそのエフェクト論についてなんですけれども、うん、その昔は一方的に開発したアプリエフェクトをこういうふうに利用者にこうやって一方通行なんだけれども、うん、今の時代っていうのは特にインスタグラム、スナップチャットではエフェクトっていうのは総合的な作用があるってと思って、うん、そのインスタの利用者の人もエフェクトを作ることができるわけなんですよ。ああ、自分で？そう。へえ、知らなかった。で、実はその全て、そのそこにあるエフェクトっていうのは全部利用者さん、インスタグラムの自分と同じような、へえ、まあ、それ専門でやってる人もいるんだけれども、まあ、要するに言いたいことはインスタグラムだけがエフェクトを出してるんではなくて、うん、インスタを趣味で使ったりとかクリエイターとしてそこで活動したい人でもエフェクトっていうのを作ることができるわけですよ。なるほど。だからもう、あ、確かに何か言われてみれば、何かエフェクトのところって、うん、いろんな開発者の人載ってるね。うん、確かに。でちょっと一つの例を言いたいんですけれども、はい、うん、インスタのエフェクトで一番大好きなのが、うん、これもリールで紹介してもらったエフェクトなんですけども、うん、もう俗に言うエモい、エモというのを、うん、100% 引き出してくれるエフェクトがあるんですよ。使ったことなかな、この1枚撮りっていう。なんか、いやもうね、僕はねエフェクトにはマジで疎くて、そのまあ、そもそもインスタグラムの機能を全然あの最大限利用してないから。マジですか。エフェクトに関してすごい奥が深いんですよそうなんですね。で それもちょ少しそのインスタグラムのエフェクトの使い方とかも、うん、その後々そのまとめの機能が、ね、あの出たばっかの機能でインスタのね、うん、まとめの機能で、まあ、昔はなんかもう廃止されちゃったんだけど、その Never まとめっていうさ、 あったね、サイト、うん、あったね。 それがなんかインスタグラムに入ってしまったよっていう感じで、今後はもしやる気が出たりとか自分のその活動そのやりたいやろうっていう気持ち次第なんだけれども、そエフェクトのソムリエをやろうかなと思って、うん、へえ、いいね。なんか紹介をしたりこれが漏れるエフェクトですよとか結構エフェクトにすごい執着心がある人で、へえ、さっき言ったベンソンさん、 BESOON という台湾人が、うん、この人なんだけど、はい、ちょっと見づらいな、リンクとちょっと見づらい、ちょっと光漏れホワイト感が強かったけどちょっと待ってね。へえ、まあ、台湾人が作ったエフェクトがめちゃめちゃ日本で有名になってしまってるっていう
一人の人がリールでめっちゃエモく撮れますよっていうのを宣伝したから。なんでへクリエイターが作ったものがこういうふうにいろんなユーザーにこうやって使ってもらうとなんか嬉しいじゃんっていう。そうだね、そっか。だからクリエイターとしてはそういうねエフェクトとかを作ってそのままインスタグラムで公開すれば気づいた人がすぐそのインスタ上で真似ができるというか使えるようになる。ね、そう、使えるし。めっちゃいいね、それ。つながるんですよ、そう、めちゃめちゃ良くて。同じエフェクト使ってるね。あ、これ最近流行りのエフェクトだよねとか。うん。これめっちゃ漏れるよねとか。エモいよねとか。うん。うん、そうだね。ね、奥が深くてエフェクトもの作った人と利用者さんもつながれる時代になってきたっていう。うん、そうだね。だから、うん、気になればその人のアカウントにすぐ行けるってことだよね。行くこともできる。人のそう。ああ。で将来的にこれにもうビジネスができればいいなと思って。はい。エフェクトを作った人が有名になったそのエフェクトを広告つけたりとか。うん、まあ広告ならちょっとあの我慢できるけどお金をかけてエフェクト使うっていうのはちょっと僕は否定するね。お金を使ってエフェクト、あそこはそうなんだ。うん、なんかなって、お金使いたくないって感じ。個人的にまだ学生だから。あ、自分が利用者だったらまあそうだね、課金ってね、なんかなんか課金したくないな。でもそれはビジネスやりたい人にとってはやりたいだろうけど、広告ぐらいでいいんじゃないかな、はい、広告収入でビジネスできたらいいんじゃないかなとか思います。うん。うん、え、じゃあそれのソムリエをやりたいぞ。ソムリエというか、その自分、うん、ソムリエ側をビジネスとしてやりたいっていう感じ？ビジネスかな。そうだね。後にもしかしたらインスタにも広告が積極的に出るようになると、その僕が作ったまとめに広告が作ればビジネスができたりとか。でまずビジネスする前にフォロワーの獲得ですよ。大事ですね。まあただなんか最近思うのは、本当に一つのリールがバズっただけで、なんかあれ今さすが聞こえてるかな。声がちょっと聞こえなくなっちゃった。はい、皆さんちょっとお待ちください。あ、今。あ、戻ってきた。ごめん、これ、俺の方かもしれん。接続が悪いね。ごめん、ごめん。なんか、口がへへーってなって、なんか止まった。なんか、そういうエフェクトもあるよね、あの TikTok でさ。あ、止まるやつ。そう、止まるです。あれめちゃめちゃ面白い。ごめん、それ知らんわ、多分。あるあるある。何の話してたっけ？広告。広告。だから、まあそうだよね。まとめのやつか。そう、まとめの活動したやつだ。そっか、それがもう一つのプラットフォームでできちゃうんだもんね。インスタグラムって。すごい。インスタっていうのはもういろんな先人たちが作った機能だったり。うん。それを一つにまとめたから、ある意味イノベーションだよね。だね。イノベーションというのは、スマホみたいな感じで、iPhone 創設者は、音楽再生プラットフォーマーと電話、メッセージとインターネット、その3つの要素を一つにまとめたわけだから、うん、インスタはイノベーションだと思います。うん、すごい、もうインスタ信者になっちゃったな、完全に。インスタグラマーっていう自分でも言うぐらいなんで。まあそうだね。もうだし、まあフォローしてたらわかるんですけど、まあ毎日すごい楽しそうな、ストーリーだったり、配信だったりっていうのを、はい、いつも楽しみにさせていただいていますけど。それもさ、うん、楽しそうにしてる場面だった、うん、それはもう確かにみんな投稿するね、うん、KP 乾杯つって KP ね、はい、やったり、うん、なんだろう、友達とエモい写真を自撮りを上げたりとかして、海ものね、うん、夜の海を背景にしたりする、すごい青春してるなみたいな、その一瞬をハイライトとして投稿するのもいいんだけれども、
みんなやってると思う。自分の一日のハイライトをストーリーで上げてるんですけど、うん、ストーリーってそうだけじゃなくて、うん、自分のその表現したいこととか、自分の今思っていることとか、うん、自分がリア充してますばっかりだと、正直それみんな見ててもあそうみたいなとか、うん、あなんかうちって人生なんか思うじゃん、劣等感抱くじゃん。わかるわかる。この人みたいに全然充実してなくねみたいな。しかもそれが自分がなんか苦しい時だと余計にね、自分はこんなに辛い思いしてるのにこの人たちは楽しそうでいいなって。そう、絶対にストーリーっていうのは半分煽りみたいに使ってしまう場合があるわけ、それを見てる人は。だし絶対にまあ大半がもう 9.5 割ぐらいはもう楽しいからあげるんだもんね。そう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 、それもそのはず。8割統計が出てるらしいけど、インスタグラムによれば8割の人っていうのは必ずストーリーを1日1回は見るっていう風に回答してらっしゃって、うん、はあ、そうやって考えると自分のハイライトばっかり上げても、うん、まあ、自分的にはなんか人にもしかしたら傷つけてしまったりとか、楽しいとこばっかりだと、うん、なんかそれって一方的、俺ら楽しいだろうみたいな煽りになってしまうから、うん、そうだけじゃなくて、うん、面白い動画を作ったりとか、うん、自分をフォローしてくれてる人に、あこの人っていうのはそういう楽しいとこだけじゃなくて面白い日常茶飯事、うん、日常の一瞬をだったり、自撮りのエフェクト、もうそれもそのさっき言ったようなエフェクトを利用して、面白いエフェクトで面白いことを表現できたりすると、そのリアージュしてますよ、劣等感を抱かせるみたいなことをせずにやる活用法もあるので、うん、みんなに言いたい。絶対に、なんつうの、リアージュしてるとこだけをストーリーに収めるんではなくて、うん、もっとクリエイティブなことしようみたいな。クリエイターの目線から言うとそうやって思う、うん、インスタグラムにストーリーのを利用してる人たちにとっては使い方はその人によってはそれぞれでいいんですよ。好きにどう使ってもらっていいんですけど、うん、はい、もっとこのインスタの世界を盛り上げたいクリエイターの目線からにしてはそういう風にしてほしいなっていう、うん、でもまさにこういうなんかエフェクトとかリールとかインスタライブとかが普及する、そういう機能がない時ってまあみんなは普通に日常を切り取ってあげるもんだと思って、まあ、インスタを利用してると思うんですね。その通り。だからクリエイター、うん、そうそうそう、クリエイターなんか自分のクリエイティブをインスタで発揮しちゃおうなんて思う人はマジで本当にいなかったと思うんだけど、そうだよね、こういうねいろんな人のクリエイティブをもう短時間で いろんな人を見れる今、それを、うん、そう今のインスタグラムはマジでそういうなんかいろんな世の中の人のクリエイティブを刺激してると思う。うん、その通り、うん、私もその一人刺激するそうですよねその通り。クッチーももっとインスタの方でね、うん、すればいいと思うじゃんいやそうなんだよ。だからリールとかもね、本当にあのさっきさフォロワーの話があったじゃん、うん、あのそのためにフォロワーを増やさないといけないなっていう話を今サスケがしてたと思うんだけど、そうなんか最近ってまあそのリールっていうのがもういろんな人が見れるようになったけん、うん、その一個でもそのリールが爆発的に受ければ一気にフォロワーって増やせる時代だよね、うん、なんか、その通りです。なんかさあのめっちゃ最近有名、もう毎回絶対開くたびにリールで出てくるんだけど、あのなんかいやなんか外国のさ黒人の人でさなんか、うんうん、いやそうはならんよろみたいなのをさ、こうやって、はい、これね、あはいはいはい、手のひらをこうやってあの人ね、やる人いるじゃん、わかるよね、もういやあれもさ、まあ、本人は多分そんなねこれがバズるだろうと思って意図してやってないだろうけど、なんか今日さっき確認したら4000万とかだったんですフォロワーが、ね、うん、そう、まあそのリールはねほとんど何千万っていう再生がされるわけですよ。すごい毎回毎回、うん、いやリール
うん、だからリールもね、その何もう再生回数が YouTube よりもバカみたいに多い桁だったり、うん、いいねの数とかもめっちゃ多いので溢れてるから、そう、なんかリールの威力ってマジすごいんだなってもうひしひしと感じるんだけど、YouTube に変わる新しい、うん、プラットフォームです、ね、うん、前は YouTube でヒカキンとか全世代の時って、うん、そこで日本中をね圧巻させるような有名度になってしまったんだけども、うん、今は TikTok とかそういう短い動画でボーンって爆発的に有名になる人っていうのがいっぱいいます。そうだからな、うん、なんかみんなは何だろうな、よくそれを流行りを察知して、うん、そっちに乗り、そっちにも参入したりショート動画の方に参入したりだとか、うん、っていうのを世の中のクリエイターさんもやってて、うん、すごいなと思う。そう。なんかだから僕はなんか、なんだろう、まだちょっと抵抗感があって。そういうところ。それでもいいんだよ。あ、それでもいいですか？居心地が良くなければ、その自分がクリエイターでどこで活躍したいのかっていうこだわりが強い人っていうのは別にこだわりが強ければいいと思う。別にこだわりが強くてもいいと思う。で、なんて言うんだろうな。なんだろう、クリエイターで爆発的に増えるっていうのは、うん、確かに察知しててね、あ、ここだったら有名になれるんじゃないかなっていうふうに、うん、一つの作品でもボーンって有名になると、なるとラッキーみたいな勢いなんだけど、うん、あ、すごいな、その動画だけで有名になるなってとは思うんだけれども、そうではないと思う、うん、みんな絶対最初苦労してると思う、そのショート動画をもうめちゃめちゃ投稿ってしてて、うん、だからもう100個石を投げて1本の動画、1個の石だけがボンってあの有名になりましたみたいな、うん、そんな勢いだからきっとそのまあいるとは思う、その1個の動画だけでバズった、1個だけ投稿してねバズったっていう人もいるとは思うんだけど、どっちかって言ったらいっぱい投稿して頑張ってコンテンツを頭から絞り出して表現したいものをさ、それを具現化したわけだから、うん、その1個100個投げた石を100回投げたからこそ1回バズるとは思うんですよ。だから絶対バズった人っていうのは何かしらの努力苦悩を味わった上で、うん、そういう報われたっていうふうに思います。うん、そのだからさっきのね、あの黒人の人も、あの人はどういう肺だったんかな、うん、ちょっと気になるな、うん、気になるよねやっぱその人の裏側気になるよね、特にあの人はもう本当にあのネタだけじゃん言ったら、そういや本当に、しかもやっぱああいうのってなんかあれを真似した他の人がやってるのとかあるんですよ、うん、なんかやっぱあの見た目表情、うん、だからこそなんだろう、全世界の人がじわるっていうところあるよね。誰もがその通りだってか、面白いじわるっていうな、うん、思うよね。思うだって言語喋ってないもん。そう、喋んないよね。ノンヴェーバルですよ。全然喋ってないで、全部仕草だけで。うん。いやー、それこそクリエイターと思う。だって、ね、うちとか表現してるものってさ、言語がないものってなんか多いような思う、うん、読みます、タイトル、うん、作品だけで、で、うん、タイトルみたいな、うん、作品っていうのは映像だったり、うん、人間の動きとかだったりとか、うん、言語がないわけですから、うん、それこそ言語じゃ表現できないものがあるから、それこそが何て言うんだろう、本当にクリエイターだなと自分で思う。え、それさっきクッチーがって言った？うん。あ、僕の作品がその非言語っていう話？そう、非言語が多いなっていうのが。それはね、実は僕も意識してるところであって。おお、うん。なんだろうな。まあ、あのね、僕尊敬してるアーティストの方がいて、うん、その人からのもう影響なんだけど、インスパイア、はい、インスパイアで、なんだろうな、さっきもあったけどノンバーバル、その、まあ、セリフなしでの表現に
すごい憧れがあるというか、そこが自分がすごい刺さるポイントで、はいはい、そのね、僕の尊敬してる人は、まあ、振付師で演出家の人なんだけど、その人は身体表現で伝えるっていうのをやってるんだよね、うん、身体表現とテクノロジーっていうのを融合させた表現、でその人の作品の中ではセリフは一切ない。なんかそこがすごい自分にとってツボな表現だなっていう風に思ってて、うん、だからセリフ、作品を作るときにセリフありきは多分まずやらないと思う。だから演劇とかは一切やらないと思う僕は、うん、脚本とか、うん、うん、そう、なんかだからなんだろうな、それに気づいてくれたのはなんか嬉しいかも、嬉しいかもというか、うん、そう、そうだね。僕はもう自分の何かを伝えたいとか表現したいっていうのは、まあ確かに非言語のものもある。うん。エフェクトだけとか、うん、だけどなんかブログとかをするときって自分の感情とか、自分が、うん、でも感情も非言語で伝えられるんだけど、何か喋りたいんですよ、僕も。うん、みんながもう お察しの通りだけど、めちゃめちゃおしゃべりだし、はい。ブログとかペラ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 って喋って、うん。なんか楽しませたいとか、うん、こうしてみたいなと思ったから、喋、うん、りっていうのは もうものすごく自分にとっては必須のツールであり、うん、自分のどうだろう武器にもしていきたいなと思ってて、いいね。そういう作品も結構なんていうんだろう、ブロガーと動画クリエイターというのは同じように見えると思うんだけど、喋、うん、らないブロガーもいたり、喋るブロガーもいたり。言語で伝えるクリエイターもいたり、言語で伝えないクリエイターもいたりとか、言語がありなしでも結構変わるよね。それはなんかよくさ、なんだろう、喋らないけど字幕はつける人いるじゃん、字幕で語る人。そう、その通り。ああいうのはどう思うの？なんかすごいおしゃれだなとか思うよね。すごいチル系の BGM つけて、うん、自分の日常茶飯事をの一瞬をこういう動画で撮って、うん、でそれをこれから学校行きますって言葉に言わずに字幕につけるとか、うん、そういうのアステティックビデオなんて言うんだけど、もう自分にとってはおしゃれだなと思って。ああそうなんだね、うんうん、でも自分ってなんかそういう風に やるのもいいとは思うんだけど、うん、せっかくだから喋りたいじゃんってなるから、字幕つけるのも大変だしみたいな何もかも自分楽にしようと思うし、だけどなんか今は YouTube 進んでるからさ、びっくりしたんだけど、最近 YouTube で一本動画を上げようとしてて、まだ公開しないんですけど。お、そうなんですね、楽しみです。その動画っていうのはまああれなんだけどね、インスタで上げたやつなんだけど、それをそのまま YouTube にも上げようみたいな、上げようとしてたやつなんだけど、字幕って自動で再生できるんだなっていうことを知って、うん、そうだね、機能あるね。楽じゃ楽になってきたなとか思ったり。あれって精度どうなの？使ったことないけど。高いよ、意外と。高いんだ。その英語でもなんかね、いい感じに。へぇ。そうなんだ。そう、でしかも、その、なんていうのかな、字幕とか、別に言語を使わないでやるのって、うん、非言語でその作品を作るのってさ、うん、何がいいかっていうと、全世界中の人がね、うん、その言葉の壁っていうのを意識せずに、そのクリエイターの作った作品を見ることができる、うん、楽しむことができるから、それが利点だなと思います。その通りそうですね、うん、身振りっていうか、なんかなんだろう、やっぱ身体表現とかそういう、それだけじゃないけど、その非言語でねやるものは伝わるよね、全世界に。そうで、まあなんかね、僕の作品においてはやっぱ非言語でやりたいっていうのはあるんだけど、まあその中で自分の言葉で伝えるっていうのが今のラジオなんですよねなるほど。その、うん、言葉で非言語の方を作品に対して、言語のやつはラジオなんだな。そう、うん、そうだね、全てがつながったような気がした
まあラジオはただ単にその昔から興味があったっていう、それこそラジオに関しては、うん、あの顔も見えない状態で声だけお届けするっていうところがすごいなんか自分にとってすごいなって思うポイントで、それこそまあ今はあなんだろうな、そのラジオってもうどこから発信されてるかも誰が喋ってるかもあんまり分かんないわけですよ。で、あの話してる側は誰に届いてるかも一切分かんないんですよ。でもなんだろうな、今日夜眠れない人の誰かのお供になったりだとか、誰かのスプーンみたいな、スプーンだね、それ。なんか誰かのなんか寄り添いになるなれるコンテンツって思ったら、ラジオってすげーって思って、うん、っていうのを昔感じてラジオを聞いたときに、そこからちょっとラジオへの憧れがちょっとあって、うん、で、まあ、今って別にあの YouTube とかね、そういう今のテクノロジーを駆使したら個人でも始められるものだから、その通り、うん、うん、ラジオはね、今のラジオの違いとしては誰がだ、うん、どこかの曲みたいな団体で出してるんだけれども、うん、今はもう全部個人でできるから、そうだね、自分もその昔のラジオ、ラジオって昔のイメージなんだよね、僕たちの、うんうん、ジェネレーション Z っていううちらの世代かな、うん、かミレニアム世代っていうんだけど、僕たちの世代っていうのは全然、うん、ラジオのことっていうのはもう古いってイメージだよね、うん、それが逆に今その世代たちがその文化だったりその存在をもう一回現代にも引っ張っていこうっていう、すごいなと思う。やっぱり時代って繰り返すんだなとか思ったり、うん、そうだね、 SNS、 そう、個人で発信ができるってすごい革命だと思う。革命だよね、本当にです、うん、一方その団体でね慣れてる人とかって ね、そういうのってなんか個人だから信頼しできない情報ばっかり発信してるみたいな、うん、非難するんですね、うちの大学の先生とか。あ、そうなの。そう、だからね、なんかそうやってちょっと非難、その YouTube とかの情報、うん、まあ、YouTube は団体と個人でどっちも誰もできるんだけど、ブログとか、うん、信頼できないから、まあ、一個人の情報ちゃあの何主張ちゃ主張で本当に偏りがあるって言われてて、うん、いると思うんだけどさ、それもいいんじゃないかなとか思ったり、その人が経験したもので結果が出てるものもあるから、団体がいい、うん、個人が悪いみたいな言い方をするうちの大学の先生ってちょっと変なところもある。だって SNS ってさ、もう個人なわけだけじゃん。うん、そういう人がいるんだで、うちの大学の先生が言ってて、なんかね、やっぱりその流行りのものを、なんだろう、ポッと出てきた最近のものを受け入れないっていう思想は、まあ、があるのかな。まあ、でもそれこそ、まあ、さっきはね、さっき僕リールの方をちょっとやる勇気がないみたいな話を言ったんだけど、まあそれにと近いのかな、わかんないけど、でもまあ今の時代はもう受け入れるのって大切ですよね。受け入れれないとどんどん時代に置いていかれるというか、流行りとかトレンドに、そうだね、うん、ついていけないっていうのって、ま、別にあの使わなくてもいいんだけど、別にそれを否定する必要はないよねっていうのがすごい思うところで、うん、うん、仕方がないと思う。ステレオタイプの人はもう昔のやってたことを信じた上で、経験した上で、そう生きてきた上だから、うん、それをねずっと信じてるわけだから、その反対なこととか、うん、変わってるものとかを見せられてしまうと、うん、嫌になっちゃうんだけど、仕方ないよね。だからステレオタイプっていう人たちは存在するし、うん、だけど、まあ、そこならではな、うん、変わるから、そう、うん、そうだね、許容したりとか理解する必要はある、うん、避難はしないでほしいと思う。そ
そう、避難はいらないよね。だってまあもちろんその時代の良さっていうのももちろんあるし、古き良きが今になって、うん、また見直されて今またバズるとかっていうことももちろんあると思うんだけど、まあ避難ってねしても別に何も生まれないから、そっからそう、まあもうしかもまあ学校の先生だったらもうちょっとなんか多様性を入れてほしいなと思いますけどね、考えのそうだね、うん、そうだね、今のトレンドは英語ですからっつって、確かにそれで適応してるよ先生たちも、うん、学校も、うん、だから頑張ってるはずなんだけど、意外と日本って遅いのかな、世界から見たら。いやー、そのそう思いますなんか僕ね、まあ、サスケ聞いてないと思うんだけど、前回の対談の時、第10回の時の対談で、なんかどういう人がちょっと苦手なタイプですかみたいな話題が出たんだよね。はいはい。その時に僕は頭が硬い人っていう風に答えて、一番最初に。で、その頭が硬いのはどういうことかっていうと、頭が悪いとか賢くないとかそういうわけではなくて、うん、例えばその時はどうでもいいことにすごいこだわる人っていう風に言ったんだけど、今それは具体的にどういう状況かっていうと、なんだろう、それこそなんか同性婚ができないとか、うん、夫婦別姓っていうね、夫婦別姓わかる？なんだろう、初めて聞いたな、それ。今って結婚したらその人と同じ名字にならないといけないじゃん。ああ、はい、はいはいはい。ただそれを別に、それまでお互いが生きてきた名字でいいやんみたいな。はいはい。いうのが、なんか今選択的夫婦別姓っていうワードですごい今議論がされてるんだよね。はいはいはい、でそれが全然認められないみたいな。っていうのを、まあ同性婚もそうだし、なかなか国は認めようとしないじゃん。まあしゃあないよね、国のお偉いさんたちは昔のやってきたことを信じてるからで今の流れでいくとそうなって、でもそれってさ、別にその夫婦が別の名前名字だろうが、好きな人と結婚するのって別にもう関係どうだっていいことじゃん、その人たちにとっては。そうだね、昔のトレンドがというのはもう結婚したら同じ名字、まあ主には男性側の、うん、名字を奥さんも取り入れるみたいな感じだから、うん、昔のトレンドはそうだけど、今は本当に多様性だったりとか個人の尊重、うん、個人の個性の尊重とかが出てきてるから、うん、うん、流れが変わってるから、流れが変わってるのにも関わらず、うん、そこを認めようとしないのは何年なん、なんか頭固くないって思うんだよね。それはまあ昔の人たちが信じてきた習慣だったりなんか経験があってね、はい、予想なんだけれども、家族結婚だったから、その優勢を競う感じでやってると思う。優勢を競う、そう、優勢になろうと、まあ女がなんか劣勢みたいな、男尊女卑みたいな、はい、男尊女卑ね、はいはい、文化があった時に、男の方の家族の方を結婚すると男の方の家族の名字を残すわけじゃん、うん、はいはい、で女方の家族っていうのは名字がなくなるわけだから、今後続いて、はい、全部男の名字じゃん。そしたらそうだね、あ、サスケ止まっちゃった、あ、止まっちゃったでもなんか毎回サスケとなんかズームとか、毎回サスケとズームでつないだとき、毎回どっかしらで止まる気がするね、うん、なんだっけ、そう、男性の名字が残っていくっていうね。そうから、やっぱりそこでも男尊女卑っていうのがやばい、また結婚するときに、ごめんごめん、大丈夫大丈夫、今治った。うん、なんだ、うん、だから男性側の方の名字が残るってことは、昔の男尊女卑の文化っていうのが本当にすごい根付いてるんだなっていう、今も根付いてるんですよねみたいな感じたら、うん、もう今はもう男尊女卑はやめましょうみたいなとかね、うん、まあ動きは、そう、うん、だから、うん、もう
認めちゃう、なんかまあ何かしらが不都合があるんかとは思うけど、不都合があるかもしれんけど、もう認めたらええやんって僕は思うわけですよ。なんか、うん、だってなんかさ、生産性がないとかっていうことあったじゃん、同性婚に関してさ、はいはいはい、生産性がないみたいな、いやでも、そういうこと、うん、でもどっちにしろもう同性を好きなんだったら、もうその結婚を認めないとしても別に、なんだろうな、出生率が上がるかってさ、まああんまりないと思うよね。それもその通りで、科学的根拠、生物学的根拠は一切存在しないんです、実は、っていう風にな意見もあったね。なんか言ってた気がする、誰か。それもそのはず、僕ね、僕の1年生の時に LGBT に関してのリサーチをしたんですよ、うん、はい、論文漁りまくって見つけたのが、うん、そのステレオタイプが思っている同性婚は生産性を低くするのではないかっていう仮説に対して反数した、はい、反論した論文を見つけたら全部論破しましたね。そうなんだ。本当にそうであって、うーん、全部結論、そんなのはただ単なる個人の思い込み、個人の思い込みやったり、昔の根付いたその、あ、どうして同性婚が認められてなかったり、同性愛だったり、その男女ヘテロセクシュアル以外のセクシュアルマイノリティっていうのはどうして非難されたかっていうと、うん、昔というのは、これもね、すっごい歴史遡ると子供を作るイコール、うん、労働者を増やすっていう考え方が あったんだって、昔は。はいはいはい。なんでかというと、人口というのはすっごい低かった、少ない時代だった、はい、はいはいはい。だからその人口を増やそう増やそう、労働者を増やそう増やそうつって、うん、みんなバンバン子供を産むわけよ、うん、だから逆に同性者、同性愛者の人たちっていうのは非難されてたっていうのは、なんでかっていうと、あんたらは子供作んないからっつって。なるほど。そういうわけで同性愛者っていうのはものすごく非難されて、はい、うん、極めつけにさ、うん、法を作ったんだって。同性愛者っていうのは、はい、なってはいけないみたいな、うん、法をやったり罰則をしたりとか、はい、それがずっと根付いていますよね、今も、はい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 、今もっていうか、まあ、少し許容はされてきたんだけれども、でも時代は変わりました、トレンドは変わりました。今逆に人口爆発に困ってます、皆さん、はい、しかも労働力というのは全部コンピューターに変わってくれてます、はい、もういいじゃん。昔の人口が少ないっつって労働者はバンバン子供を作るみたいな、もういいじゃんって、うん、それをいい加減気づいてほしいなと思いますね。いやー、めちゃめちゃ興味深いな、その話は。そうなんだね。そうなんですよ。歴史たどればそういう背景があるから。それがだから、そう、なんか国によってはもう同性愛がもう、なんで、死刑みたいな国もあるみたいで。そうそうそう。ああ、だからもうそういう思想が根付いてる、強く残ってるのがあるんだね、今も。そのだから、昔の本当にアップデートされてない思考の人、まあ、お偉いさん、うん、お偉いさんが悪いっていうわけではないんだけど、まあ彼らが信じてきたものだったり、そういうふうに、うん、ずっと経験上のものから考えれば、同性愛っていうのってすごく、うん、異端なものだとか、排除しよう、排除しなければっていうのが残ってるけど、トレンドは変わりましたので、はい、時代も変わったので、その、はい、やっぱり時代についていくっていう、はい、環境的要因、人為的要因とか、すべて考慮した上で、やっぱトレンドに逆らう人、アンチソーシャルなんとかっていう人がいるんだけれども、うん、なんだろうね、トレンドについていこうって思う。だから、何なんだろうね、本当に流れ、自分が置いていかれるのかと、どっか潜在的な意識があるんだろうか、本当に、それとももう自分は違うから自分と違うものは排除みたいなところがあるのかわかんないけど、うん、いや、認めたら、認めてみって感じ。個人的に
てか、まあ、考えてないと思う。分かった、分かる。しないと思うの、そういう人たちって。あのね、最近ちょっとまた思ったのが、あの中学生で2ブロックは禁止みたいな。あ、 あったね。あれも何みたいな。しかもなんでダメなんだって問い詰めたら、マジでなんか他校からいじめられるからとか、そういう意味のわからん答弁を、なんかそういうね、自治会会議とか議会とかでやってるんですよ。自治会は誰がいるんですか？お偉さんの頭の固い人たちですよね。何、トレンドについていけない人たちですよね。何それ。もうさ、本人も絶対、いや別にこんなことどうでもいいんだけどなって思ってると思うんだけど、もうなんか何それ、なんか下着の色してとか、マジで、いやいや、もうブラック校則はやっぱり今も残ってるよね。なんかね、でもよく考えてほしい。もうその、それがおかしいものとして考えるんじゃなくて、それが認めた場合どうなるかっていう議論をしてほしいんですよ。うん、認めても、ね、うん、うん、そう、その先を見せてほしくて、なんとなくじゃなくて、うん、もう、そういうのの頭の固い部分、なんか、いらないなって、いうのが、あって、僕の苦手な人は、まあだからそういう頭固い人だっていう風に言ってるんだけど、うん、そう、まあしゃあないよね。だって昔信じてきたことから。逆にうちらの世代がお年寄りになりました。はい。でちょっともっと進んだ、あ、これからの祖先の人、祖先じゃねえよ、これからの子供たち、はい、がもしかしたら、どうだろうね、 SF の映画とか考えれば、将来みんなデータの中に入って、そこで永遠に命をいただいてそこからデータの世界に入るみたいな、になると仮説仮定すると、やっぱり反対するよね、今現実世界がいいからっつって。そのような同じ気分だと思うから、理解とトレンドに、トレンドをに乗っかる、乗る、波に乗る、というのはもしかしたら大事なことなんじゃないかなと思う。でもやだよね、やっぱりデータの世界に入るのって。まあなんか、なんだろうな、やっぱり反対する人はいるっていうのは、まあ もちろん当然で、うん、それは全然いいんだよね、その人が、うん、その人の意見を持っているのであれば、うん、ただやっぱりなんだろうな、納得する理由だよね。なんか、その、なんだろうな、さっきの2ブロックを批判したの反対者の意見、もうマジで、論旨が通ってないというか、マジで、いやいやいや、みたいな理由だと納得はしないから、そのぐらいの理由だったら別に、認めても良くないみたいなところがあるから、なんか、うん、筋の通った理由をなんか説明してほしい。そうだね。その納得させてください。どうしてダメなのかっつって。はい。っていうところをね、すごく思う。なんかね、僕、なんか緊急事態宣言が今いっぱい出てるけど、その緊急事態宣言を出す意図は何ですかっていうのを本当に一時期思って。いや、出してもいいんだけど、それの効果がどのぐらいあったのかとか、ちゃんと数字で示してくれません、ね、みたいな。で今は国民がもう言うことを聞いていない状態なんですよね。もう、なんで出すのっていう、今。っていう疑問がある中で、それに感染爆発を抑えたいのであれば、感染を抑えたいのであれば、いかにその自分たちが取ってる政策が効果があるものかっていうのを説明するべきなんだよね。なるほどね。はい。それをせずに、ただ口だけで従ってください、守ってくださいって言っても、それは動かないわっていうのを、なんか、まあ、やる、それをね、ちゃんと説明するって、まあ、難しいことなのかもしれないけど、国のトップだったらやってほしいなって思ったり。やってほしいし、当然、どうしてやるのか、なぜ目的はみたいな。はい。それが当たり前のことがやってほしいし、しかももう何回出してるじゃん、緊急事態もさ。うん。だからもうすごい不審に思うよね、もう今の政府っていうのは。いや、まあそれは、ね、なんだろう、まあ自分たちにできることは選挙に行くことなんだけど、まあ自分たちはその
今の人たちの代になった時に今のようなことがより良くなってる方がいいよね。なんかその、うん、ちゃんと意見を理由をちゃんとした理由を説明するとか、うん、そうだね、ついていきたいって思ってもらえるような引っ張り方をできるような風になってればいいなと思う。そうだよね。なんか政府が出してる政令とか政策とかをものすごい国民に分かりやすく一人ずつが納得してとか、その情報だけでもいいから、ニュースとか見ない人いるじゃん今は、特に 若い人たち、はい、見ないと思います。だから一人一人の意識がこの国民、この国の国民でありますよっていう意識が出るように、なんか一人一台なんか政府からの放送みたいな、政府からの発表とかを届くような通知みたいのがあればなみたいな。だって聞いてない人もいるんだもんね、うん、そういうのができたりとか、まあ、そうやって言うとなんか北朝鮮みたいなね政府放送しっかり聞きましょう政府放送そうね、ちょっと寄っちゃうね。そう言ってちゃうんだけど、ちょっとポップにさ、スマホピコーンつって、ただいま政府に考えてます、皆さんどう思いますか、どうですかつって、うん、でアンケート取って、そしたら、ね、全部テクノロジーで世論というのはポチッとやれば全部意見を使う、はい、できるから、テクノロジーの力でなんかね、うまくもっと効率化できるとは思うんだけど、うん、あと大変なのかな今の おじいちゃんたちは、疎いんじゃないかなテクノロジーにそんなこと言っちゃうと バカにしてるみたいな言い方だけどなんかそういうイメージを持ちます。はい、まあでも昨日もちょっとありましたね、事件が。あのデジタル庁っていうのが発足したんですけども。何が聞いてない。デジタル庁って知ってる？うん、なんかデジタル的なところの分野を司る省庁なんだけど、うん、あのそのトップ管理監督みたいな人が、うん、その自分のホームページ上であのめちゃめちゃ有料コンテンツの写真、まあ、よくサムネってあるじゃん、ウェブサイトとかって、うん、そのサムネを本当はお金を出して買わないといけないライセンスの写真を無断で使用してるっていう。しかもなんかさ、よくさ、購入前の画像ってさ、なんか斜線が引いてあったりさ、その会社のロゴが入ってたりするの分かるかな、うん、盗まれないようになんかアンタイティーフ加工みたいな。そうそう買ったらあの綺麗な高画質の画像がもらえるみたいなそれの無料でその何クレジットみたいなのが載ってる画像をそのまま自分のサイトの中で使用してて、すごいそれが問題になってたんだけどモラルデジタル庁なのにそんなことする、恥ずかしいなんかその人も、まあ、記者会見で私はデジタルに疎いですみたいな話をしてたりしててなんかすごいなっていうよくできますねって感じ。今の 若い人の方が情報リテラシーあるんですけれども、いやだからそう思うじゃん、なんかよくできるねそのって思うんだけど、ちょっとなんだろうな視点を広げて考えてみたんだけど、そういう人にしか頼めないぐらいやっぱ全体としてやりたい人がいないのか、もう内閣その政府国家公務員っていうか、なんだろうな、そういう議員たちのなんか年齢も上がってんのか、うん、人手不足なのかっていうところを思って、うん、高いお金出してでももう雇った方がよくない、そのデジタルのプロっていう。その通り。でもなんでそれをしようとしたけど誰も引き受けてくれなかったんだったら、今の国がどれだけ信用されてないかっていうところにもつながるし、でそれで、ま、巡り巡ってその人にもう仕方なくやってるんだったら、まあ勉強はしてほしいんだけど、うん、なんかその方もねもう70何歳なんだよね。そう、まあなんか、まあ、そこそういう立場になるのは嫌かもしれんけど、でもそのまあ他人のね有料の画像を無料で転載
するのはちょっとのがダメっていうことぐらいは分かっててほしいなっていう、もうなんかいろんなだから感情がありました。なるほど。情報リテラシーはもうそうだね、お勉強させる時代でもある。もう全部はもう一人ずつ一台のスマホがあるかのようにさ、うん、ちゃんと情報リテラシーっていうのはもう小学生から勉強させるべきだし、うん、トレンドに乗っかってみんなスマホ一台っていう時代にもなってるから、小学校のうちにもスマホを持たせてもいいと思うし、スマホっていうツールをやっぱりステレオタイプの人たちっていうのはゲームのダメだ、時間を無駄にする、うん、SNS で全て時間食われる、勉強できない、お前らはそれ全部時間、人生がやばいことになるぞみたいな、はいはいって思いますね。もうスマホっていうのは自分の能力とか表現したいとかクリエイティブになるためのツールであるために生まれたものなんですよ。音楽を聴けてネットが見れて SNS ができるっていうのは、スティーブ・ジョブズはそうやって考えてイノベーションを作って、はい、iPhone 作りました。ゲームって存在しますか？後からついたものでしょ。だから先生たちが思っているそのやばいそのゲームっていうのは全部あんたたちの勉強の阻害するものだっていうのって、一部の本当にゲームばっかりやってて本当に少ない人、うん、その少ないデータでもどうだろうね、時間食われてるのは確かにあるけど全員ではないし、まあ、マジョリティっちゃマジョリティなんだけど全員ではないと思うから、全員に言う必要はないと思う。はい。なんでスマホっていうのはゲームではなく、うん、しっかりとあんたたちの能力を伸ばすためのツールなんですって言い方してほしい。だからスマホやるなみたいな、スマホ募集だみたいな、はいはい、本当にナンセンスです今の高校、はい、僕は それで高校の時にも一応そのようなあの扱いを全員の生徒にやられたんですけれども、うん、はあ、意味ねえとか思いながらやってて、でもまあ授業中は僕勉強は集中したいっていうか、先生との会話がすごい楽しくて、だから逆にスマホを触るような、うん、あの余裕は ないぐらいすごい良かった、恵まれた先生たちがいっぱいいたから良かったんだけれども、うん、そうやって言うそのスマホがダメですよみたいな言う人っていうのは、うーん、まあね、なんかそういうふうな0か100かみたいなね、そうことではなくて、そう言って、あの、スマホ禁止するんだったら、スマホを禁止したいんだったら、スマホの使い方、運用力、活用の仕方を教えてほしいです、学校にって思う。はい。マジで。そうだね。それで有名になれるじゃん、インスタで。え、それで他にビジネスできるじゃんとか。それで自分の表現したいことができて満たされるじゃん、心がとか、まあ、負の場面っていうのはもう本当にお勉強して情報リテラシーを身につけた上で本当にそれが大前提なんで、まあ、今のねプログラミングとか小学生やってるんですよ。聞いた？知ってるよ。そうだね、うちらのさ、そう、うちらやってなかったからやば、うん、うちらの下の下っていうか、まあ、これからのうちらを支える世代の人たちうん、わすごい進んでるなとか思いながら、自分プログラミングやないといけないとかちょっと考えるけど、うん、それよりか情報ネット上で、活動する上でやらなきゃいけないことを勉強しなきゃいけないかなと思う、うん、まず率先してやるのがって思います。そうですね、ちょっとおせっかいじじいみたいな喋り方してるんだけど、もうそのような年齢になっちゃったね、まあ、うちらいやごめん、僕から見たらすごいサスケが、いや今のトレンドを取り入れて若いって思うんだけど、思ってるんだけど、そのサスケがさらにうちら置いていかれてるって思うの、なんか面白いなと思ったなんかね、嫌だなと思うやつはもう素直に言ってしまった方が楽だね。まあ、だからなんかまあそこで僕は大事だなと思うのは、しっかりそういうこれはなんかプラスには働かない、こういう思考だとプラスには働かない、こういう人だとついていきたくないなと思う、まあ、場面が子どもの時だったらよくあると思うんだけど、うん、なんかしっかりそういうのを反面教師にしていかない、する必要があるなと思ってて、自分で、うん、自分はこういう大人にはならず、まあなんだろうな、すごいざっくり言うと多様性を受けられるよ、多様性を受け入れられるような人になろうとか、うん、うんうん、
否定しない人であろうとかっていう風に考えて、そうなって一人一人なっていくといいかなって思う。そしたら、ね、今ね、ダメだって思う上の人たち、なんかあれだけど、うん、制作がダメなんだって思うんだったら、それを自分たちの代では良くしていこうって言って、そういう行動がを取れるようになっていく必要があるなと思っているから、うん、僕が思う、うん、なんかすごい偉そうな立場で、言うのはあれだけど、今の若い人たちは、しっかりその反面教師っていう言葉、うん、をなんかその、意識してほしいなって思ったりはした。うん、なるほどね。はあ、すごいな。なんかすごい話を。すごい それたね、いろんなところに。そうだね。そんな感じなんでしょ、クッチーラジオ。クッチーレイではマジでもうね、うん、これが好きなんだよね、この感じが。どう？うん、なんかもうその成り行きで決まっていくその話のテーマとか、うん。なんか自分が撮る前にこういう展開になればいいなっていうのはまあ考えるんだけど、それを上回る自分が想像していない領域にたどり着くっていうのがすごく好きで、このラジオの醍醐味ですね。しかもやっぱなんか自分がラジオをしてるとさ、もう YouTube アカウント持ってると自分がもう主なんだよね。だからよくさ、ラジオ番組っても尺が決まってるじゃん、テレビとかも。もうそれがその縛りから解放されて、もう何時間でもできるっていうところがすごく今僕には合ってるなと思ってて、よかったじゃん。はい、表現したいことが表現できるようになるから満足感パないよね。満足感はパない。まあ聞く人が大変なんだけどね。でもなんだろう、そのラジオ、今までのなんかなんだろう、衛星で飛ばされてたラジオって後に残らないじゃん。その瞬間にね、もう聞けなくなっちゃうんだけど、録音とかしない限り。今のその YouTube とかそういうのを活用したら、その後ろ後で昔撮ったものをずっと残していけるから、うん、だからそれもいいなと思ってて、別に今さ何十人っていう登録者しかいないけど、別に今撮ってることって全然無駄じゃなくて、別に10年後も残ってたらさ、10年後の人が今のやつを聞けるわけじゃん。うん、その通り、うん。そういうのっていいなと思うから、だから、まあこれ、このラジオ収録し始めた時に多分話してないと思うんだけど、まあ、急に僕はフォロワーとか登録者を増やそうっていう考えは全然なくって、うん、今の規模感を徐々に楽しみながら、どんどんコンテンツも増やしていって。いいね、それ。で、その時々で自分を見つけてくれた人が、あ、じゃあちょっと昔のやつも聞いてみようってなってくれたらいいなっていう。なるほどね。そういうわけなんだね。そう。いいアイデアと思う。昨日さ、ちょっと、もともと昨日収録する予定でちょっと繋いでたじゃん、通話。うん。その時にさ、サスケとね、サスケがさ、ポッドキャストやらないのみたいな話をしてたじゃん。うん。そう。で、ポッドキャストは、なんか確かに、そういうのも、いいなと思うんだけど、まあ、ごめん、ポッドキャストのシステムはあんまり知らないんだけど、あれもまあ、どんどん残していけるかな。そう。残していって、まあ、あれは音声に特化してるから、まあ、バックグラウンド再生とかもできていいのかな。そうそうそう。だから本当に、YouTube が画像なしになって、バックグラウンド再生できるみたいな。これも、なんか、ポッドキャストがなんか統一した一つのプラットフォームがあって、で、そこから、うん、例えば僕が知ってるのはアンカーとかアップルのポッドキャストとかスポティファイとかでこうやってつながってるんだって。うん、うん、へえ。そう。そうだからまあラジオやるって言って YouTube で確かに不向きだと思って、それこそバックグラウンド再生できないし、できるよ僕。あれじゃないとできないじゃん。プレミアム。そう、プレミアムじゃないと。そう、それはそうなんだけど。そう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 。でもそれすごいね。俺はなんか我慢してるわ。いや、だからそういう使い方うまいよね、お金の。なんかし、どこにどう使うか、自分の生活効率を上げるための、クオリティオブライフを上げるのが。サスケはね、そう、サスケはすごいうまいなと思う、そこが。なんか、それも全部ね、実は他の人から聞いたやつで、うん、そのサブスクっていうのは、もう、ちゃんといいものと悪いものが、うん、YouTube って今はもう情報の宝庫と
人だったり、はい、自分がエンターテインメントで悲しい時なんか寄り添ってくれる人いないんかなとか、あつまんないから時間潰されるために動画ないかなとか、そういう風に何でもあるわけなんですよね、うん、YouTube は、はい、それで少しでもあちょうどいいとこあったのに広告が入ったとか、ストレスっていうのが溜まってしまうと、うん、なんか徐々に蝕まれちゃうんだよね自分の中で、はい、時間で僕が最近なんとかね、なんとか社会人的な感じでバイトとか、うん、ちょっと社会人的な、なんつうの、つながりとか持つようになってバイトとかしていくとさ、時間ってみんな平等に分けられてるし、うん、何よりも一番価値の高いもんし、自分の一番の資源なんじゃないかなと思って、はい、その通りです、はい、だから時間を無駄にしてしまうっていうのは、まあ、時間を無駄にするっていう感覚っていうのは先進国独特の考えなんだけど、なんか、うん、ね、もっとあれが できる時間があるみたいな、うん、とかって思うと、時間っていうのってさ、この忙しい僕たちの世代にとっては今は夏休みだから全然忙しくないけどものすごい時間って貴重なもので、もう最大の、うん、もう枯渇している自分の中でのもう残り有限の、はい、あれかな、資源かなと思ってて、うん、でプレミアムに YouTube プレミアムに入った時にさ見れるんだよ、うん、あなたはこれぐらい時間を無駄にしなかったよっていうのが、そうなんだ、そうプレミアム特典これがあるんだけどさ、はい、見れんな、ちょっと見えないね、そういうのがあるんだ、でもそうで、これまであなたが利用したプレミアム特典広告なしの動画再生は800時間以上、800時間も今無駄にしてないってこと？その削減されたってこと？800時間もその広告が流れてたから、800時間もあんたは無駄にしなかったよっていう。しかも、すごい、800時間ってやばいね。すごいでしょ。へぇ。ちょっと待って。なんだろう。800÷24 は？ 33、1ヶ月分ちょいぐらいの広告の時間が流れてたってこと、今まで。それを、これを、まあ僕は月額600円かな、本当は1000何円なんだけど、なんか学生割だと600円ぐらいでできたみたいだけど、うんうん、そうなんだ、1ヶ月分の人生を無駄にしなくて済んだはって考えると、あなんか QOL 上がってるなとか思って。うん、いやもうね、サスケは本当にそこがね、うん、すごい。上手、やってみやってみ、本当に時間は本当にいや僕掃除機するさ時間とかもやりたくないから、ロボット掃除機買ったりとか、忙しい一人暮らしの人のためには家事とかする時間をできるだけ減らしたいから、うん、なんかそういうミニマリストとかはいるんだろうけど、うん、ね、YouTube とかでわ、はい、全部手拭きでいいんじゃないのかなとか、ロボット掃除なんかいらないよとか思ってるんだけど、だから、うん、ネオミニマリストっていうのがいて、本当に自分の時間をできるだけ少なく自分に確保できるようにするミニマリストがいて、うん、その自分の時間を確保するための家電の紹介とかしてるから、それをばっか見てる、うん、それがしたばっかの時、うん、というように本当に YouTube はそれで情報の方があるから、そしたら時間がね、うん、いっぱい作れたらいいなと思って、サブスクおすすめですよ。まあ今この動画っていうのも YouTube に流れるわけだから、はい。ちょっとしたなんか YouTube 信者っていうのを見せれたらいいかも。うん、いやそうだね、うん。もう本当に学ぶことが多い、サスケからは。ね。うん。YouTube、ね、全部 YouTube 先生なんだよね、もうマジで。そっか、まあサスケはね、そのまあサスケの考えもまあ別の人から教えられることもいっぱいあると思う。で、まあ、その、なんだろう、ちょっと話戻るんだけど、僕はまあ、なんで YouTube でラジオやってるかっていうと、うん、まあ、今までラジオって、その、聞くだけって思ってたものを、ラジオだけど見ることもできるっていうところを、その自分の良さとして、だからそれこそまあ、話しながらその人の、例えばアーティストの人を呼ぶんだったら、その人の映像をね、流しながらそれについてトークしたりとかっていう、その人の作品を流したりとか、っていうのを、まあ、視覚的にできるラジオもいいかなっていうので、素晴らしい、僕は YouTube でのラジオを選択しています。ただまあね、今までの議題でもあったように、その流れ、そのね、自分の作る発信していくものをベストな形で聞いてもらえるような
例えばまあうんポッドキャストとかそういうねショート動画とかも活用していくべきなのかとか思いますけど、まあいろいろ考えて今の形がありますね僕の中では。そしたら YouTube、 僕はインスタだけど YouTube で活動したらいいかもね。うん、そうだね。だから僕はこのラジオを別にインスタとかでは流そうとは思ってないから、うん、まあ今の形でちょっとしばらくやってみて、なんか、うん、そうだね、はい、そうです。でなんか素敵だなと思うのが、うん、あれなんだよ、自分がそのチャンネルの登録者の規模が少ない頃とこうやってだんだんと成長していく頃とで、内容のコンテンツが成長していく過程も見たいってすごく素敵だなと思った。ああ、もうそれめちゃめちゃあって、別に自分がそのもう大衆受けするような喋りができるとかコンテンツを発信できるっていうことも思ってなくって、ただなんだろうな、突発的にバッて売れた後って多分その作品のイメージが多分周りから持たれると思うよね。この人はこういうことはする人なんだっていう認識が持たれると思うんだけど、例えばもうめっちゃ5年とかね、例えばの話を5年とかでめっちゃコンテンツを上げてきたけど全然今まで伸びてこなくて、その5年後もう100個とか200個とかコンテンツがある状態で注目してもらえるようになった時に、例えばその200個のコンテンツのラジオがあったり作品があったりなんか映像作品があったりっていうのがいろんなジャンルあったら、この人はいろんなことをやってるんだなっていうので、そういう認識で持ってもらえるのってすごいいいなと思ってて、だから最初の一つの動画が売れた一つのしかない状態でバズった時は、そっからあのちょっとジャンルを発信するジャンルを変えたとした時になんか最初の方が良かったとかさ、そういうことがあり得ると思うんだけど、なんかそういうのがちょっとなんかうざいなって自分は思うだろうから、あとはその加えて自分が別にすぐ人気になれるような人ではないと思ってるから、だったら今の規模感をちょっとずつ楽しんで、ちょっとずつコンテンツも上げて、っていう考え方。僕もさっきフォロー欲しいって言ってるんだけど、なんかフォロワー欲しいがためにっていうか、うん、そもそもどうしてフォロワーが欲しいっていうかっていうと、自分の作ったものを見てもらいたいの、うん、それだけ、うん、だから有名になりたいとか、最終的な目標としては確かにインフルエンサーになってなんかね、有名になってなんか影響力を与えられるな人には、それはみんなの夢じゃん。うん、ね、まあ、はい、昔の人は富をいっぱいもらいすぎていっぱい稼いだ人っていうのはお金持ちで銀行を建てて有名になるみたいな感じなんだけど、はい、今の世代はそんなことしなくてもいいよね。お金は別にもう本当にこの SNS を駆使してクリエイト、作った作品で有名になるっていう、うん、はすごく夢だから、自分がフォロワーを欲しいっていうのではなくて、はい、どっちかって言ったら自分が作った作品を見てもらいたい、うん、その通り、それでいろんな人に影響を与えたいっていう、悪いか良くないかっていうのは別として、自分の伝えたい表現したいことをさ、こうやっていろんな人に見てもらいたいからって感じ、うん、その通りで、僕は昔から思ってるのは、僕は大器晩成、あ、ごめん、めっちゃ悩みて、そしたらフォロワーが多かったら、ごめん、今サスキがもう話終わったかと思ってて、めっちゃ喋ってたけど、ただ画面が止まってただけだった。いいね、オッケーオッケー。ズームがうまくいかないですね。もういいよ、サスケ話していいよ。そうだから、まあ、僕が作りました、見てくださいってなって、フォロワーが多ければ、うん、それは見る人は多いから、まあ嬉しいじゃん。はい、少なかったら、はい、なんか作ったものがあれ、あれ、あんま見てくれなくて悲しいなってなるから、うん、そうそうそう、フォロワーが多ければ作ったものが、もたくさんの人に見て影響を与えられるような人になる、うん、心動かされるような作品ができたらなと思って作ってみたい、うん、だからフォロワーが欲しいっていう風になってると思います。ああ、素晴らしい、もういいね、なんかいいわ、やっぱこういうお互いの考えを話すのが僕は本当に好きなんですね、うん、なんか今すごい楽しい、いいね、今すごい楽しい。クリエイター同士でそうやってグループ作ったりとかするといいかもな、うんうん、そうだね。話で、うん。あれ、ちょっと今俺な、なんか俺話そうと思ったんだけど、忘れてしまった。あ、大器晩成みたいな。あ、そう、大器晩成、そうそうそう。大器晩成って、どういう意味？あの、
ちょっと待って、今、自分の中でざっくりあるんだけど、なんか忘れちゃった。うん、なんか、最終的に報われる人っていう話で、すぐにバッて売れるんじゃなくて、はい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 、地道に活動を続けてきて、最後の最後で、なんかそれが報われるみたいな。大器晩成。そういう意味なんだね。大器晩成は、本当の大人物、なんだろうな。なんかまあ、だから、本当の大、だから、なんだろうな。影響力、インフルエンサーみたいなことなのかな。は、若い頃は目立たず、徐々に実力を養っていって、後に成功することを大器晩成って言うんだけど、うん、僕は、それがいいなと思ってて、まあ、結構今までの経験則からそう思うようになったんだけど、うん、うん、でも、だから、一緒かも、うちも、うん、だから今のこの少ないのを悲観的に全く見てない、うん、いいと思うよ、うん、別に今やってることは10年後の足立てだから、土台だから、今はその通り、うん、っていうのが、それもそのはず。あのインスタグラマーのなんだっけ、トリセツを紹介してるヤッピーという人がいるんです。ヤッピー先生、うん、欲しいとかそういうの思わないで、自分の作りたいものを作って楽しく満足感を得てくださいっていうふうに言ってるんだって。インスタの本当に売れるため、売れるっていうか、まあ、うんうん、フォロワーが欲しい人っていうのは、フォロワーが欲しいっていうのを思わないで、たくさん自分のやりたいことを作ってやってくださいっていうような感じ、うん、楽しんでくださいっていう感じだから、うん、いいと思う、そのマインド。ありがとうございます。誰目線からって言ったらいいと思います。はい、うん、そうだね。だからプラットフォームとか、なんだろうな、やり方は違えど、でもなんかお互いの持ってる考えが根っこではすごい一緒だなっていうのを今感じるわ。そうだね、うん、なんだろうね、ものすごい、もういや早く売れたいわ、私もものすごい、もういろんな人にチヤホヤされたいなっつって、早く売れたいからっつって、いろいろそういうバズってみたいな、うん、まあそういう人もいるといるけど、なんかね、頑張って有名になって最初の下積み時代でね、努力して しかもかつその下積み時代でそれを楽しむって、なんかいいよね。なんか悲観的に思わないで、うん、あ俺全然売れてねえな、なんかつまんねえなっつって、いくら動画出しても、うん、はあ報われないなって思わない方がいいね、絶対に。だし、あ、なんかその方が僕の気持ち的に楽だし、うん、その方が作ることを楽しめるからっていうのがやっぱ一番大きいかも。確かに。うん。なんか逆に 多すぎちゃうと、そのフォロワーとかがなんかインフルエンサーになっちゃう。いろんな人がなんかそこに勧誘して企業案件とかになっちゃうと、うん、そうそう。自分の作りたいものじゃなくて、あれ作られ作らされてるんじゃないかなってなるから。はい、いやもうね、まさにその通りで、うん、うん、僕はあの全く今は自分のコンテンツでお金を稼ぎたいっていう思想がないんですよね、はいはいはい、ただ自分が作るものを発表して、まあそれでなんかいいねって言ってもらえるといいんだけど、だからあの有名に、ね、なると多分その人たちが求める自分にならないといけないんじゃないかって思う、うん、でそういうものしか作れなくなっちゃうのはちょっと嫌だなっていうのがあります。そう、いやそれはねマジで考えてた、そういうことを。いいよ。そしたらもし本当に有名になりました、そしたらいろんな企業案件が来ました、はい、受け負いますか。なんだろうな、もしそれが自分、なんだろうな、ちょっと考えながら話すんだけど、うん、そこで自分が本当に自分がこういうものを作りたいと思って出したものが認められるようになるぐらいの強いオリジナリティを持っていたいと思う、うん、なんかその社会が求めるこういうものを作ってほしいっていうものを作るんじゃなくて、この人から出てくるものだからいいよねって思われる人になっていたいというか、ちょっと意味わかるかな、うん、ちょっと難しいと思うけど、わかるわかるわかる、この人から出てくるものだからいいよねって思われる風になりたいから、
だから今はコツコツ活動をしながらその自分らしさっていうのを探してる途中なんだよね。なるほどね。うん。だから強いオリジナリティだよね。うん、この人がこの人が出すものだったら何でもいいっていう風になるのが、うん、目標かな。それをちゃんとね、根っこにしっかりとね、はい、そのためにはもう本当にコツコツが大事だから、突発的に売れようなんて思ってない。なるほど、はい。ありがとうございます。なんだろう、僕だったらなんか、うん、それにプラスアルファして人のニーズもちょっと聞いてみたいなとか思うな、たまに。ああ、そうなん、うん。特にその SNS 特有でインスタグラムとかだと、うん、人のなんかこれをしてくださいとか、これが聞きたいですっていうの必ず質問だったり、そういうね、うん、出るから、なんか人のためにもなりたいっていう人こともあって、その、うん、まあ、大前提として人を楽しませたいとか、はい、なクリエイターになりたいから、いや、いいね。そこが。たまに人の意見を聞いたりとか、うん、そう、自分が今後さ、やっていく、その活動していくために意識しなきゃいけない、なんかね、ちょっと3つぐらい動機を書いて、うん、1つはロギング、2つ目はエンターテインメント、3つ目はソーシャライジングっていうのを自分は設定しちゃったんですよ。はい。ロギングっていうのは、まあ、ブロガーのログから来てるんだけど、はい、自分が棺桶に入る前にせめて生きた証を残したいって言って、ほう、だってさ、みんなどうせ死ぬじゃん。あ、だったらこの人は存在してたな、この人なんかしてくれたな、 俺になんか面白いことしてくれたな、あ、しかもこのこいつが死んでもそのアカウントが残り続けてるから、この人が作ったものって面白いこといっぱいあるよねっつって、うん、半永久的に残るその SNS、うん、に生きた証を残したいっつってロギング、はい、まあ、日記だね、日記みたいのができて、自分がおじいちゃんになっても若い頃の自分がは蘇って懐かしい思い出だなとかなったりとか、はい、2つ目のエンターテインメントっていうのは、まあ、自分が他のブロガーにインスパイアされて自分もビューアー、うん、その視聴者さんに楽しんでもらいたいっていう、うん、もうすごいね、ケミオ様にさ、ケミオ兄さんにものすごくインスパイアされた人やから、はい、その人はもう本当に、まあ、ブロガーかな、肩書きとしていろんな肩書きがあるんだよね。うん、まあそうだね。そう、みんなが言う YouTuber っていうとなんか全部一緒くたにしてるよね。うん、ゲーム実況者って YouTuber だし、ブロガーだって YouTuber だし、うん、いろんな YouTuber がいるから、うん、YouTuber って言い方はしないでほしいよね。うん、だから、そういうにブロガーっていう一つの、分けて、ブロガーっていうさ、役柄、うん、役の、そういう人にインスパイアされたから、まあ、ケミオ兄さんに関わらず、まあ、そういうに自分もなんか、インスパイアされて、他の人に楽しませたいなっていうこともあって、エンターテインメント。はい、で、はい、3つ目はソーシャライジング。それがさっき言ったその人のニーズとか、うん、自分の人生のミッション、多種多様な価値を知りたいというミッションがあるんですよ。そこからソーシャライジング、その人と仲良くして友達を作って、たくさん友達を作って価値観を共有し合ったりしたいなということで、そういうことで活動していきたいなっていう、ソーシャライジングっていうところから作った。なんとかね、自分でようやく定まった。するやばい、めちゃめちゃ興味深いし、うん、うん、なんかそのワード出してくれてありがとうって感じがする。え、それさ、何がきっかけでそういうことを考えたの？なんかまあ普通にこういう活動するからっていう感じ？そう、本格的になんかインスタグラムのさ、あのなんだっけな、アカウントってな、個人、うん、シンプルな個人アカウントとビジネスアカウントっていうのがあるじゃん、うん、うん、ある。で、切り替えたんだよ、そのインサイトとか見れるようになったりとか、うん、あるね、はい、ビジネスアカウントにしたときに、なんか肩書きも作れるっていう、じゃあ個人ブログに変えたときに、あ、自分もその時に変えたときも、あ、自分ってなんか本格的に活動していきたいなと思って、うん、みんなもなんか、ちょうどその、実はまた他の方からもインスパイアされて、うん、YouTube にもいるあのチャンネル、ブロガーですごい有名、すごいかな、一部かな、有名な人がいて、まあ僕のバックグラウンドとしてフィリピンハーフじゃん、うん、
で他のフィリピンハーフの子もブログやってるところを見てて、そのすごい、あ楽しそうだな、あなんか面白いな、自分も楽しませたいなっていうことで彼らからインスパイアされて、なんか個人そのアカウント、インスタの 見に行ったら、その個人アカウントじゃなくてもちゃんとビジネスアカウントになってるし、うん、しかもちゃんとコンテンツもいい感じだし、何かな、なんかテーマがある、そのっていうか、うん、バチバチテーマが固められてる、そのアカウントに。だから個人アカウントからビジネスアカウントに変えて、でいい感じにフォロワーとかが増える、増えてもらうために、なんかそういう自分のやりたいこととかをその説明欄にちゃんと書けるようになれればなと思って、だからこういうふうにまとめた感じ。すごいね、なんかもうますますなんかサスケ、うん、サスケへのリスペクトが高まるしなんか、うん、いや本当にねすごい。だってまあ闇雲にね、なんかなんとなくこういうことでやってみようっていう感じじゃなくて、やっぱ信念っていうか自分の中で軸があるとブレないから、そう、ようやくインスタグラムって、うん、あただ単にストーリー上げてワイワイしたりとか、うん、あれそれだけじゃなんかもったいない気がしてきたんだよ。うん、インスタってやっぱりいろいろ可能性を秘めてると思うし、今後なんかこのアプリ開発者がなんかある情報によれば、うん、検索機能とかも有名に、あもう改善されて、インスタグラムで最近みんなさ、うん、どっかいいこの周辺でいいお店ないかなっつって、うん、ここ周辺の地図を開けるような機能もできたりするわけ、うん、だからみんな投稿してきてしたものを気軽に見れるようになったりとかするから、しかもググるっていうワードあるじゃん、はい、じゃなくて今はインスタではトレンドではタグるらしくて、初めて聞いた。タグを、そうみんなハッシュタグするじゃんか、うん、するね、ハッシュタグから検索するっていう。へえ、面白い。すごいね、ものすごいいろいろ進んでるなと思って。進んでるね、進んでる人、進んでるんだけど、僕が思ってる以上に進んでるわ。いいもっと、うん、自分も最近、実はそれも最近発見したことなんだけど、うん、ものすごいインスタっていろいろ可能性を秘めてるから、うん、どう？いや、インスタにもそうですね、うん、めちゃめちゃ興味深いわ本当に。だからなんだろう、まあ僕ねのそのクッチのアカウントは結構まあ作品を載せるアカウントとしてやってるんだけど、まあその中での今の機能を活用した作品とかを出すのはマジでやってみたいな。うん、人とつながるためとかはもしかしたらいいかもしれない。うん、そうだね、僕の3つ目のソーシャライジングっていうとこで、うん、SNS その字のごとくソーシャルネットワークサービスだから、人とつながるためにはいいツールかもしれない。自分の作ったものを発信するのは YouTube で、そ、ね、でその一部抜粋したものをインスタで上げて、で共感してくれる人はーいっつっていろいろフォローくるから、そしたらお互い DM とかでもつながれるし。そうだね。で、この何が一番大事かっていうと、信頼を上げてあって、その信頼を上げるためには、ストーリーで信頼を、はい、その上げるみたいなんだけど、もういろいろ語れば止まらないぐらい、インスタっていろいろ。ストーリーで信頼を上げるんですか？そう、ストーリーとか、この人っていうのは日常的なことを、作品はフィード、はい、四角い写真とかね。はい、なんだけど自分の日常とかというのを相手に共有すると、はい、あこの人ってなんか日常が見れて安心できる人なんだなとか、信頼が生まれるらしい。へえ、うん、なんかさすごいわ。なんかそういうところもなんか文献知ってるんだもんね、サスケは。ヤッピー先生からの情報です。あ、ヤッピーヤッピー先生偉大ですね。ちょっと偉大ですよ。もうインスタグラムの取説作ってるから。いや、ヤッピー先生、僕は今ちょっと初めて存じ上げたんですけども。そう、ぜひ皆さんもいろいろ説明する。インスタのソムリエなんで。へー、グラマーが尊敬する先生ですね。なるほど。で、サスケはその中でエフェクトのソムリエになりたい。そう、まだエフェクトをそこまでね頑張ってる人いないから、うん、エフェクトもう普段から僕のストーリー見れば分かるんだけど、全部エフェクトついてるわけ。はい、はい、なんでもうキラキラしてますね。
はい、キラキラのエフェクト、キラキラとエモい、エモいエモいよね。ステイ、ステイのやつ最近すごい好きで。ステイって何？テレ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 レンっていうさ、曲ある。ああ、はいはいはい。なんかあの、お尻振るやつですね。そう、お尻振る。あれも出した。すごい、最近来ててよ。すごく好きだな。あれもね、うん。いや、だから、あれも、やっぱこ、やっぱ本家がすごいなと思うんですよね。え、本家って多分あの男の人だよね。ちょっと服用かな。そう。やっぱ、うん。サングラスしてドローン飛ばす人だよね。やっぱ誰が真似してもやっぱ、やっぱ本家だよなってなる。だからそのさっきの黒人の人のこれもそうだし、やっぱ本家だよなってなるのはマジで強い。誰が真似してもね、本家に勝てないっていうところは、うん、本当になんか憧れるところです。僕もマジで。だから僕がなんか作ってあげたとしても、それを真似する人が出てきたとして、でもやっぱクッチのがいいよねってなるのが理想です。はい、絶対本家がいいよねって、ちゃんとみんなが戻ってくるのがいいよね。うん、もうそれはそのはず、その投稿したリールとかっていうのは音源をタップすると元動画っていうのが出てくるから、本家が出した動画っていうのが出てくるんだって。へえ、そうなんだ。だからちゃんとその意識がある人っていうのは、本家はこういう風に音源を使ってるんだな、そこからみんな真似しだしてみたいな。なるほど。なんかさ、あれってさ、曲名載るけどさ、オリジナル音源ってあるじゃん。あるある。あれってだから自分がなんかスマホで録音したやつを自分から作ってるからオリジナル音源ってなるのか。え？そう。ああ、ちょっとごめん、分かってないかもしれんけど、自分が投稿した動画の中にある音源が自分のオリジナル音源だから、他の人の楽曲を流用してたとしても、その人の音楽になっちゃうってことだよね。になっちゃう。そう、なんか審査がすごい厳しいよね。うん、すぐバーンされちゃうんだよ。自分が不適切なことをしたら。卑猥な画像をあげたりしたら。へぇ、あなたは1週間使えませんとか、すごい厳しいのよ、実は。もう知らんことばっかりだわ、ちょっと。で、その音源っていうのも、もう、うん、なんだろうね、そういうバイトがいるのかな、インスタグラムのバイトで。監視する人。投稿された、そう、監視役の人がいて、投稿されたリールの音源を聞いて、うん、あれこの人って誰かの音源だよねっつって、とか AI とかなのかな、察知して、そこから、あ、この人流用してるから、この音源っていうのはあなたのオリジナルではなくて、うん、しっかりこの方が作ったもんだよっつって書き換えられる。なんだろう、すごい。あ、書き換えてくれるんだ。そう、自動的に。通知も来るんだよ。僕そのにゃん123のやつを投稿したんだけど、うん、あれってなんかエフェクトからの音源であって、うん、やってたやってた。でも 本家があるんだよね、うん、だからその僕の音源になっているんだけれども、はい、その後なんか通知が来て、書いときましたって通知が来るんだよ。あ、うん、あ、そうなんだ。そうそうそう。でもなんかそれ聞いてちょっと安心したというか、それってだからクリエイターの尊厳ってちゃんと守られるよね。そう、そこがすごくいいなと思って、うん、コンテンツにならない。 TikTok はそういうのある？わかんない、 TikTok やってないから。あ、そうか。TikTok 全然わからん。逆にインスタの、そうだよね。サスケはだからリールとかでそういうね、にゃんとか自分が映るのもやるけど、 TikTok はやらないんだもんね。そう、 TikTok は、 TikTok も飽和状態だし、 YouTube も飽和状態だからと思って。いやー、すごいね、考えてるわ。考えてるかも。なんかね、なんかみんなのいたいと、いないとこに行きたいって感じ。ああ、それもね、なんかちょっとそういうことに関してもちょっと後でまた話してみたいわ。ちょっと考えてることがあるんだけど。いやすごいわかる。僕はちょっと後で出てくる話を通ずるところがあるかもしれんけど、なんか少数派ってかっこいいなってちょっと思うところがあって、うん、ちょっとまあ後でまだ話せたら話すかもしれないよ。いいよ。で、ちょっと今からまた掘り、なんかトイレとか大丈夫？大丈夫大丈夫、さっき出した。ちょっと僕トイレ行ってきていい？いいよ。ちょっと休憩ね。ちょっとじゃあ、まあこの聞いてる人はね、すぐ次に行くので、ちょっと安心してください。はい。ちょっとじゃあトイレ行ってきます。よし。帰ってきた。はい。いやー、マジでめっちゃ楽しいよ。なんかさ、これ、いいや、これも後で言おうかな。うん。なんかやっぱ、今の、このお互い20代前半、まあ20、20歳、サスケは20歳で僕が22でっていうところの考えを、この声を
声の記録を残せるっていうのがすごく嬉しくて僕は、うん、うん、はい、すごい楽しいでございます。で、もう再開しても大丈夫？うん、うん、あのさっきその3つの柱じゃないけどあったじゃん、ロギング、エンターテイメント、ソーシャライズ、うん、うん、っていうところの一つ目がすごい僕は興味深いなと思ってて、うん、ロギング残す、そう、生きた証を残すっていうワード、それって全く同じことを僕も思ってたんですよ。本当？そう、全く同じことを考えてて、うん、なんか自分、それこそまあさっき佐々木が言ったんだけど、そういう記録がなかったら過去の人、その人が生きてたかってまあ分かんないというかっていうところで、なんかそれってちょっと嫌だなっていうところを、自分がこういう活動をしようするきっかけの一つにもなってて、うん、うん、でそういう考えって周りの人ってあんまり持ってないのかなって思ってたんだよ。まあそういうことをあんまり聞かないから、うん、そうだね、知らないだけかもしれないけど、でもその考えを、その今サスケが持ってるっていうのを知ったのが、あ、同じだって思った。しかも生きた証っていうワードがそのままなんだよね、自分にもあったのが。本当？うん、それが一心伝心だね。それが、うん、すごいなんか嬉しいなと思って。で、まあ、ちょっと予告みたいな感じになっちゃうんだけど、このね、サスケの次に出てくる対談のゲストの方も、うん、まあ、作品を作る方、クリエイターの方なんですけど、あとその方もね、同じ考えを持ってらっしゃるんですよ。へぇ、そう。そう。それはね、ちょっと、そう。その人たち、あ、その人も、が出てくるコンテンツもこの後出てくるんだけど、うん。だから、あ、自分だけじゃないんだ、その考え持ってるのっていうのが。うん。うん。しかも、ブロガーの人みんなそうじゃない？そうなんかな、みんなそんなこと思ってんの？なんかね、残したいから、まあ有名になりたいっつって自分のなんか生活をこうやってわーしてる人もいるだろうけど、ブラーグっていうのってさ、ブラ残すっていう、そう、意味もあって、うん、文字で残すとはブラーグなんだけど、僕は VV ビデオラグ、あ、はい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 、から、なるほどね、そういう人ってただに共有するっていうのもいいんだけど、しっかりとなんかログっていうのは残すって意味だから、はい、うん、多いとは思う、そういうブロガーやってる人っていうのは。あ、でもそうか、考えたら意外ってそうなのかな。まあ日記って言ったら確かにまあそうなんだよね、うん、その人の意思が。でも普段から日記書かない人って、普段から日記書く人ってどうだろうね、統計を知りたいな。まああんまりいないだろうけど、いるのはいる、僕の知り合いでもいるし、うん、うん、あ、確かにそう考えたらいるっちゃいるの、みんな考えてるのかな、うん、うん、でもあのロギング、その生きた証が ログとしてね、ロギングっていう言葉を今初めて知ったんで、すごい勉強になりました、うん、どう？うん、あるんですよこの言葉実は、うん、うん、全く同じ考えが僕の根底にもあります。豆知識、日記をつけてる割合は20代女性 18%、 30代女性 26%、 男性は20代 12%。 少な、 20% ぐらいだって。20代は日記ってなんだ、手で書く日記じゃないと、普通こういうなんか SNS でやる、違う違う違う、多分手で書く日記やと思う。え、そんなにいる？ 10 人に1人書いてんの？らしい。男性。なんかもっと少ないのかと思ってたわ。まあでもそういうのって、僕は日記は絶対続かないので、めちゃめちゃそういうことは続けられる人すごいなと思う。続けられる人ってさ、もう才能だと思うんだよね。うん。すごい。本当に。で、あのその生きた証を僕は作品で残したいなっていうのがあります。うん、自分が作った作品で、そうだね、うん、残したいっていうのがあって、で、ね、その後の今度できてくる、次回出てくる人の対談でも話したんだけど、あ、その人の対談まだ撮ってないんだけど、別の対談動画があって、その中で話したのは、うん、その
あの自分が死んだ後、来世の自分、うん、来世の自分が今の僕の作品を見てなんか感じ取ってたらエモいなって思うんですよ。あーやばいね、めっちゃエモいねそれ。エモいよね。なんか分からんけど、例えばもう亡くなった人なんだけど、その亡くなった人の作った作品をつってみたいなっていうのが、例えばそれが前世の自分だったとかってなったらすごいなんかロマンが、何それ、全然前世から僕もあるじゃんなんかそういうロマンをちょっとね思ったりはした。素敵。まあ、ただまあそれは別に可能性としてはあるんかないんか知らんけど、なんかまあそういうつもりで、まあ後世の人がその自分が死んだ後も自分の作品を見てなんかインスピレーションを受けるものがあればいいなとか、うん、っていうことを、ね、うん、すごく思います。ロギングですね。皆様もよく、うん、よかったらそういうのを考えてみてはいかがでしょうかちょっとパーソナリティっぽいことそう、うん、いや、うん、すごいわ。なんかそういうボキャブラリーがもう僕に比べても全然あるわ、サスケそういうこと、うん、めっちゃ勉強になる。なんかないかな、ぴったりハマる言葉ないかなっつって、記録とかカタカナにしたいな、ちょっとカッコつけてなと思ってあ、ロギングってサスケが考えた言葉なの？いやー、なんかある。あ、まあログっていう言葉あるけど、そう、ロギング、なんか言葉を作るのが好きで、ログとはロギングとは起こった出来事について情報など一定の形式時系列に記録蓄積することこのようにログ、うん、記録されたデータのことをログっていうんだって。ちょっとあの、なんだろう、テクニカルターム。あ、でもそうだね、文用語だけど、うん、いやもうめちゃめちゃいい線、文字選びだと思う。そう、楽しいよね、設定新しい、その自分の言葉に、うん、有名な言葉じゃなくてもいいから、自分の組み合わせとかして言葉を作るのって結構ケミオに似てて、はい、あげみとかさまあ、そういうのは好き。うん、いいね。だからまあこのラジオもだから声の記録ですよね。その時の気持ち、自分のクッチの気持ち、考えとかだったり、その時のね、まあサスケとかクリエイターの皆さんのことを記録に残して、例えば自分が80歳になった時に20代の時の考えを聞けるとか。やば。そういうのって声で聞ける、それを声で聞けるっていうのが。なんかすごく自分にはなんか魅力に感じるところが、はい、あります。エモいね、なんか、うん、あ、こんなことを考えてたんだ、あ、こんな若々しい声だったんだとか、それすらも愛おしい感じになるなる感じがするんだ。なんか悲しくなるね、自分が年が取っちゃったら。なんかまだな、うん、まだ考えたくないよ実は僕は。今の自分を楽しみます。はい、サスケくんまだ二十歳になったばっかなんでそう、なんか全然老後とか考えたくない。いや、考えなくていいよいいよね、別に考えたくねえよ、うん、はい、考えなくていい。うん、はい、もう本当に、うん、今はね、お互いのそれぞれの考えのもと、それぞれの場所でね、頑張ってるね。そう、暇だからやっちゃってるだけなんですけど。いやー、いい、暇なのは今だけよやばいな、緊張させないでも。いや、でも社会人はすごい、社会人楽しいよ、本当に。本当？なんかちょっとさっきの話であったんだけど、まあ僕はお金、自分の作品でお金を稼ぐことは考えてないので、別に今の職業って、あの、なんだろう、全然違う分野なんですよ、クリエイティブとは。うん、違う分野なんだけど、まあ、自分のその、なんだろうな、自分のそのメンタル的なところも合わせて考えたときに、その自分のクリエイティブとは別のところで稼ぎ口があるっていうのは、すごい安心感がある。うん、だから、こそすぐに、自分がクリエイターとしてバズらなくてもいいなと思う要因でもあって、うん、だからもう今の自分の気持ちに素直に、はい、コンテンツを作るっていうところができています。それを大衆受けとか考えずにね。うん、いいと思います。少しは、うん、あの、そうだね、
それもいいと思う。僕はなんかトレンドがすごく好きだから、うん、トレンドに乗っかってやるのもいいんじゃないかなとは思う。この人なんか共通した意識を持ってるってなると、うん、なんかこの人も面白いねっつって、その、まあ、自分のトレンドに乗ってるっちゃ乗ってるけど、自分の味を出せるわけでしょ、その作った作品の、うんうん、みんなが共通で使ってるものがあるんだけど、それ一部自分のものにして、自分のそのオリジナリティを混ぜてやると、あ、この人とってこういう自分のオリジナリティを出してトレンドに乗っかってるんだな、うん、この人気になってる、見てみようってなって、いろんな人を書く、あの視聴者を獲得することもできるかもしれないから、はい、うん、いいかもしれない、トレンドに乗っかるの。僕その一つの例として、あの最近有名な曲とかあるじゃんか、そのリールとかで、そうね、その有名な曲とかをなんかドラマーがいるんだけど、ただ単純にそのドラムを叩いてその音楽に合わせやってるではなくて、ジャグリングドラマーっていうのがいるんだよ。あの動画見ました。あ、見た見た、その人一回本家の動画流した後になんか自分の動画に入るってやつ。そう、うん、見た見た。要するにそのトレンドで流行ってる曲とかを自分のドラムだけじゃなくてジャグリングドラマージャグリングもしながらっていう、それを自分のオリジナリティも混ぜてやってるから、うん、気になる、面白いってなって、そこからあなたのやっているジャグリングドラムっていう作品っていうクリエイティブな作品を出してる、その人のページに行くってなるだけでも、もうすごいよね、フォロワー獲得、うん、あ、この人はいたんだっていう存在感出せるから、もしかしたらトレンドに乗ることも必要なのかもしれないなと思う。うん、確かにそれは必要なことかも。なんか、うん、そういうのってあんまり自分でなんかトレンドに乗るのがちょっと恥ずかしいみたいなところもちょっとあってっていうところで、うん、でもそういうのってあの人に知ってもらうきっかけにはなるよね。そう、うん、逆に自分が自分から曲とかをこれから出していきたいなと思うんだけど、うん、全く無地ゼロからさ作品を作るのって結構始まるまで結構時間がかかるんだよね。自分はいざ取り組もうって一つの作品を作ろうってなる意気込んでしまうとなかなか進めなくてさ、うん、分かる。どっちかって言ったらクッチーみたいなゼロから作れる人っていうのってすごい、どうやって始められてどうやって継続できるのかっていうのを知りたいなと思って、うん、はあ、ああそれで言うと、でもなんかな、いやでも自分の中ではその答えを明確に持ってないか今の段階では、うん、なんか単純に自分の、なんだろう、クリエイティブがなんかちょっと今までの流れの否定になるかもしれんけど、トレンドではないというか、別にトレンドに乗っかりたいわけじゃなくて、僕はただ自分自身の自分の内側から出てくる表現を追求したいだけだから。なるほどね。そうだから、それこにトレンドとかは一切なくって、あの要素としてただ自分が出てくる、自分の内側から出てくるものを作っていきたいっていう気持ちがあるから、その気持ちにのっとってやると、なるほどね、そのはい、なんかゼロからっていうか、まあうんになるのかな。要するに、じゃあ自分が何か刺激を受けたりとか、自分の中でなんか思いついたものとか頭からポッと出てきたものをそのまま表現したってことなんだよね。あ、やって何かのきっかけがある、あります。作品を作るときとかってやっぱそうだよね。僕は人の作品にすごい刺激を受けるんですよ、うんうん、人がやってることにすごい刺激を受けて、あ、でもな、トレンドのさっきのやつにもしかしたら似てるのかもしれない。あの、その、作品でインスピレーションを受けた途端に自分だったらどうやるかっていうのがパッと降りてくるよ。なるほどね。そう、うん。この要素を取り入れて自分もこういうことをやりたいっていうのが降りてきて、それを反映することもある。うん。インスパイア。自分が、うん、自分の中でぼーっとしてて、パッとひらめくことってまあ少なくて、大体が他の人の作品だから。なるほどね。だからそれをぴったり真似するっていうわけじゃなくて、それをなんか要素の一つとして、なんかインスピレーション、刺激として入れつつ、そこから自分だったら
自分のコンテンツとして自分の表現としてどう作っていけるかっていうのを考える考えます。はい、うちもこれから他の人ブロガーとかやつ見てたりとか音楽とか作った人たちのやつ聞いて、あ、自分もなんかこれに作ってみようってやる気が出たらちょっと試してみます。うん、実は自分も全然作品を作るっていうのも全部もうトレンドだよ。トレンドとかエフェクトとか、もう型にはまったものに自分をこうやって、うん、表現するのだけが好きでやってるだけなんだけど、うん、ゼロからインスパイ、人からインスパイ受けてゼロから作るっていうのを実はまだそんなにやったことがないから、うん、これから挑戦してみたいなとか。いやでもいいよね、それがだからサスケの信念だから、トレンドに乗るっていう、うん、うん、そういうのもいいんだけど、なんかもっと売れる、売れるっていうか、売れるって言い方するとあんま好きじゃないんだけど、うん、なんか分かるよ、言いたいことは。なんかやっぱり自分の自己表現を追求できる人っていうのって、うん、やっぱり最初からゼロから作る人みたいな、うん、すごい憧れるなと思う。うん、グラマーグラマーですとか言いながらさ、全然ちっぽけな存在なんで。わあ、すごい尊敬してるなと思って、そう口できる。いや僕ね、サスケは絶対これから来る人だなって思っててマジで思ってるから、よかったらあのスポンサーになってください。いやだってもうサスケよりも影響力ない人がスポンサーなんの、うん、いや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 、もう僕がスポンサーになってほしいぐらいだけどうん、いやもうサスケはこれから来る人だなっていうのは、なんか僕のなんか明確な根拠があるわけじゃないんだけど、なんか思うところがあって、マジでクリエイターとしての脅威があるサスケくん、やばい、僕が置いていかれるわって、なんかすごい、あった、うん、ちょっとでも刺激してもらえたからそれだけでよかったわいやだし、あの今こうやって話してるのでもすごい、今もうなんか今すぐでもなんか作りたいっていうのになってるから、うん、サスケのおかげでよかった、それ嬉しいな、うんうん、人に影響与えてる、与えてる、うわー、それはもうすごい、うん、自分の中では結構嬉しい、はい、でなんかそのわかんないけど、僕サスケにとっても僕がちょっとでもそういう存在になってるんだったらすごい嬉しいなって思う、うん、うん、ものすごく思ったもんだって今、あ、自分もトレンドだけじゃなくてゼロから作れる人間になりたいなとか思った、うん、いや残り何日夏休みあると思うから頑張って、ちょっと、うん、頑張ってっていうか、まあなんかそのような気になるかでもね、アイデアが思いつくのってパッて思いつくから、その自分が作ろう作ろうってその力んでやってしまうと出てこないよね、作品っていうのってさ、うん、あっていうふとした思った瞬間メモ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 ってなっちゃううん、そうだね、なんかそのパッて来たのを取り逃さないようにしたいよね。そうマジでそれだから、いつもスマホを持ち歩いてメモのすぐ開けるようにしたいよね。いやそうだから、僕はなんか結構メモを思い込むんだけど、メモしなくて忘れることが多いですわかるの、もうもったいなすぎるよな、それってさそうだね、うん、もったいなすぎるから、うん、もしかしたら紙とペンが一番いいかもね。あ、で僕はなんか紙とペンに残すようにしてて、これなんかこれ今2冊目なんだけど、わーお、めっちゃこれ2冊目で、すごいすごい、アイディアのあれをめっちゃ書くようにしてるでもこれもこれもなんか2ヶ月3ヶ月ぐらいも止まってるんであんた最近忙しいのかな、仕事。いやというか、あ、もう書くのを忘れる、考えてなんか書くまでにいかないというか、だからそれがダメなんだけど、うん、ちゃんとまたでもこれを機にちゃんとメモしたいと思います。ただ2ヶ月前ぐらいに全くいいインプットね、違うな、全く自分の中でアウトプットがない時期があって、うん、僕結構、あ、後ろにね今映ってるんだけど、
雑誌、アート雑誌あるんだけど、それでいろんな人の作品を載ってるのを見て、それでもう100入ってきた。もうインプットが、インプットというかアウトプットが、なるほど、ね、めっちゃやばい、クリエイティブクリエイティブってなって、あ、それこそそれは iPhone のメモ帳にやったんだけど、メモしたんだけど、うん、なんか、うん、やっぱ僕のなんかものづくり、これ作りたいってなる原点は全部他の人の作品かもね、ほとんどは。うん、いいと思う。それがだからサスケにとっては、まあ、インスタグラムでとかの人たちってことだよね。そうだね、なんかそこ共通してるよね、なんか、うん、他の人の作った作品を自分がインスパイアされて、必ずインスパイアドバイなんとかみたいにしとるから、必ずインスパイア先っていうのは提示しておくべきやな、リスペクトの意味を込めて。ああ、それはね、ああ、でも僕あんまりやってこなかったな、それは。いいね。わかんないよ、その自分がね。いやでも意思表示だけだから別にしなくてもいいだろうけど、うん、なんかうわこの人同じような作品を作ってるって非難されるのを防止するためにやろうかなと思って。なるほどね、うん、防止っていうか、まあ、あ、私は本当にリスペクトをした上で作った上で、あ、作った作品ですよっていうのを見せたい自分でって感じ。ああ、いやでもそれはちょっと僕もそれ真似するわ。真似していい？いいよ著作権ないからいやめっちゃいいし、もうしっかりしてますわ、佐々木くん。うん、なんかね、尊敬ってクリエイター同士でし合うべきやと思うから、いろいろそういう尊敬しないでやられてる人の事例を見ると悲しいなと思ってさ、ただそれだけ。本当にそう。でもまあまだ下積み時代なんで、うちら、うん、僕もなんで、はい、ちょっと頑張っていこうよ。うん、頑張っていきましょう。定期的にこうやって話ができるとお互いを刺激することもできるから、うん、こういうのをさ、ね、定期的にできるといいよね。てか、そうだね、普段からそういうクリエイター同士で話するのってすごい大事だと思うから。大事だし、やっぱなんかちょっと違う分野だといいよね。なんかそう、僕たちは同じようで、まあ、クリエイターっていうくくりで言ったら同じだけど、でもインスタグラムと、うん、なんだろうな、身体表現とかなんだろうな、ちょっといろいろジャンルはその中で分かれてるじゃん、うん、そう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 、近いようで違うっていうなんかところで、ね、もっとなんか話せたらいいよね。しかもインスパイア先を国内にとどまらず世界中にできることがいいので、だから日本の、あの作品とかばっかりを見るんじゃなくて、海外のものも積極的に閲覧したり、それを見るのも、やるといいかもしれない、うん、視野が広がるから、その分も。私今の時代はそれができちゃうからね。そう、手軽に全世界でできちゃう。地球の裏側をアクセスできるから。はい。いやもうクリエイティブについてもう今2時間ぐらいなんか、そう、結構あっという間だよね。ね、いやめっちゃいい。これをね、この話を今記録できたことがすごい僕は嬉しい。そうだね、うん、僕もなんか言いそびれたこととか、あ、違うわ、その言いたいことをもしかしたら忘れちゃう時があるから、言ってたことも記録できるとね、うんうん、また見返す、聞き返するから。はい、いやすごくいい機会だなと思ってるんですけど、今回は2時間ぐらいのコンテンツで、なんか自分たちがどういう出会いだったかみたいなことは一切触れてなかったんですけど、またなんか機会があればそういうことも話したいですね。絶対やろう。てか、そう、そうやってやるとまた雑にみたいな感じになるといいかもしれない。そしたら、なんつうんだろう。なんか、そうだね。ゲスト、定番のゲストになると嬉しいなと思うよな。え、それめっちゃいい。なんか考えてて僕も、なんかゲスト、定番、レギュラーゲストがいるといいなと思ってたんだけど。レギュラーのゲストとかにもなりたいから。逆に話を全部一回にやっちゃうと、なんか次の方にさ、うん、この人はもう来なくなっちゃうんじゃないかなって、次も出たいっていう意味もあって。あ、そう。いや、それはありがとうございます。なんか僕の中で固定概念じゃないけど、固定観念じゃないけど、その一つのコンテンツです、なんか話したいこと全部話すみたいなところがあったから。絶対僕は口止まんないから。そうだよね、さすがに。マジで分けてほしいです、って感じ。なるほどね。確かに止まんないよね。だって、そう、まあ、僕たち結構これまでいろいろ
ね、電話とかしてきたんだけど、毎回めっちゃ長いよね。長い。マジで長い。しかも続くしね。その続くんよね、うん。毎回新しい内容出てくるよね。ね、楽しい。うん、あれがすごい楽しいんだけど、まあ、今回は、ね、そう、その内容はね、毎回僕の中ですごい興味深くて、それを今回はね、なんか、うん、記録できたことが本当に嬉しいです。ということで、はい。なんか、はあ、楽しかった。マジで楽しかった。よかった。うん、いや、サスケくんもそう思ってくれてたらすごい嬉しいなと思います。はい。またやろうね。うん。で、ということで、まあ、今後も、クチレイドのゲストとして来ていただけるということで。また来ます、はい。はい。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい。いや、もう今日、うん、今回は、すごく、はい。今までと違った方向性で、しかもね、いい内容の話をお届けできたんじゃないかなと思っています。はい。ということで、今回のゲストは、次回また出ていただくんですけども、インスタグラマーのブライアン・サスケさんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。インスタ、リンク、残してくれるよね。あ、そうです。貼りますし、ね、その、今の、話であったインスタの中でのサスケくんの表現っていうのがね、そうありますね。ちょっと売名しちゃうんですけど、はい、だから気になる人は、はい、なんかお知らせってありますか？お知らせ？お知らせ。お知らせは、まあまた新しいブログ気が向いたら作るんで、はい。まあ一個動画があるんですけども、うん、そこから似てるような動画を作るんで、はい。また興味が。で同業者が欲しくて最近なんで、うんうん、ブロガーでこのワード引っかかる方がいれば、うん、インスタグラムでこれからブログを一緒にやっていきたい、あ、一緒にっていうか、まあ、やってる方とか同業者がいればよかったらフォローしてお互い高め合えるような人もいるんで、ブロガーの方、ね、つながりましょう。はい、ということで、ね、本当に楽しいコンテンツが佐々木くんのインスタにはあるので、ぜひ見に行ってみてください。概要欄のリンクから。はい、そうですね。この機会を、はい、よろしくお願いします。グッチーに感謝でございます。はい。ということで、はい。第12回目のゲストは、サスケくんでした。ブライアン・サスケくんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。またね。はい、またね。はい。ということで、もう、2時間内容の濃いコンテンツを、声の記録をね、残すことができて、本当に僕は、嬉しいです。今後もゲストとして出てくれるということで、本当に楽しみにしております。はい。ということで、次回の、今日ね、ラジオの中でちょっと予告してたんですけど、次出てくる人もね、次の対談で出てくる人もクリエイターの人で、すごく、うん、素敵な世界観を持ってる人なので、そちらの対談もぜひよろしくお願いいたします。はい。それでは第12回目のクチレイディオ以上にしたいと思います。ありがとうございました。さよなら。